いないとこの怪異退治隊の戦力は大きく削がれちゃうんだから。戦闘なら私だって役に立つと思うけど確かにスーちゃんは起きてる時が一番頼りになるもんね。ケイちゃん、これ以上私をからかうならもう胸元で岩を砕くやつに付き合ってあげないから。 What's this ghost hunting squad all about? 記録上の正式名称は獣王子参加西洋逃亡事件特別処理行動隊。これは獣王の命によって結成された部隊の名前。この前の水炎の事件の時に無事だった人を招集して、おのおのが最も得意とする方法で西洋を見つけ沈めてもらうことを目的としてるの。 Oh my goodness, I must say Holy molyAnya is sexy AF. Wood. 100% wood. I don't care if she's human or she's a robot or she's a whatchamacallit. Wood. 100% wood. Continuing. By decree of the Ten Lords? So.これは獣王が自ら命令を下して実現させたこと。それ以上のことは知らされてないけど、大体の理由は想像がつく。ホフォは半眼で、私は運気軍。そして獣王氏には指示を出すっていう責務がある。あんたは、まあ、ラフのために汗を流した天外の友だし。でも、なんでケイちゃんみたいな一般人まで招集したの？すごく危険そうだけど。わかった。私が力になれるわけない。かえって面倒事を増やすんじゃないかって思ってるんでしょう。Well, you got possessed in the last, previous continuous mission. 系ナイフにも長所がある。人前に顔を出している大道芸人であり、配信者でもある彼女は、どうやって必要な情報源を増やしていけばいいのかよく知ってる。そこで K ナイフンにはあるサイトでアカウントを作ってもらったの。奇妙な事件の解決を名目に、そこからみんなの行動に役立つ情報を手に入れようと思って。スーちゃん聞いた？今回は力になるどころかすっごい役に立てるみたい。獣王子の総区としてみんなの役に立てるのってすごいことだよね。ちょっと、私も学があるわけじゃないけど、総区っていい言葉じゃなくない？いやいや、我々。半眼であるフフォはみんなに指示を出すよう命じられてる。西洋に関する問題に遭遇したら彼女の指示に従って。はい、必ず使命を全うしてみせます。After Hanya delivered the task to the boss, talk to Fo Ho and learn about the task commissioned by the Ten Lords Commission. Fo Ho 様、そろそろ行動を開始しようか。様、私のことは呼び捨てにして。We're all counting on you, Judge Fo Ho.本当のことを言うとね、今の私がみんなの役に立てるかどうか自分でもわからないの。Considering the fact that this takes place right after the what happened in the last few days of the continuous mission, どうしてかカンア様は私をみんなの指示役にした。自分でも信じられない。とにかくみんなの足を引っ張らないように頑張るから。本題に戻るけど、水炎に沈黙されてるフエンの他にも航路が壊れた時に外に逃げ出した西洋はたくさんいるの。獣王氏が把握してる西洋の習性によると、大抵の場合人の多い場所に行って宿主を探すんだって。だからきっと
西洋の行く先々で原因不明の怪異事件が起きてると思う。ケナイフンさん、例のサイトを見せてもらってもいい？ただ、This is the Paranormal Lovers website, Ghostly Grove. I've created a new account to gather paranormal experiences from the site. This account is your personal account, right? Is that really okay? The Ten Laws Commission has to stay hidden, but I don't have to. I've been instructed to gather fans at all costs. That's right.As the number of fans increases, we can receive more assignments to investigate paranormal activity. There aren't any help requests posted yet, so let's check back in a bit. Click here to close the page. 私はまだ登録したばかりだから、あんまりフォロワーがいないんだよね。他のプラットフォームでの経験を踏まえると、フォロワーが増えれば、怪異事件に関する情報を提供してくれる人も出てくると思う。What if all the leads we get turn out to be fake? そう、結構大変なんだよね。一目で嘘ってわかるのもあるけど、中にはネット上の断片的な情報だけじゃ嘘かどうか見分けるのが難しいものもあるから、閲覧数を稼ぐためにいい加減なことをでっち上げる人もいるし。それじゃあやっぱり私たちが直接確認するしかないってこと？うん、私たちだけじゃなくて獣王子の名査たちも秘密裏に調査するけど。注目を集める。ケイちゃんは得意だよね。普段から私を使って大道芸を披露してるもん。でも怪異マニアたちがいるのはネットの中だし、どうやってフォロワーを増やせばいいの？それなら簡単。怪異を退治して、つまり西洋を人服する過程を公開すればいいの。私たちは今獣王子のお使いをしてる。私たち以上に特ダネを持ってる人なんていないでしょ。 Would the Ten Laws agree to this? カンアさんは同意してくれたよ。西洋の捕獲っていうネタを使ってフォロワーに情報をもらうサイクルを作りたいって言ったら問題ないってさ。ちょっと待って、それって秘密裏に行動するっていう原則に逆らうことにならない？それに西洋は感情を食べるとき、よく被害者が心の奥底に隠してることを暴露する。被害者をネットで公開したりしたら二次被害につながったりしないかな？ああ、私は別にあなたの意見を批判してるわけじゃなくて、ただ少し心配だなって。私としては秘密裏の行動と怪異の暴露は矛盾するものじゃなくて、むしろ同じことだと思う。被害者の名前は伏せて、私たちが怪異を退治してる様子だけを、強烈な戦闘の映像だけを残して刺激的なタイトルをつける。例えばケイちゃんの怪異探索、運気軍の美少女が夜道で怪異に遭遇、3秒後ヨウマは後悔したとかね。西洋を捕まえる行動は私たちによって人の目を引く娯楽動画に変化する。人々は似たような出来事にも半信半疑になって、怖がる気持ちも消えるってわけ。Right. ちょっと、なんでまた私が出てくるの？まあケイちゃんの案に一理あるのは認めるけど。支持してくれてありがとう。さすが私の悪友だね。もちろんみんながこの怪異退治の方法をあまり信用してないのは分かってる。だからまずは情報を探して何人か選んで試してみよう。ほら見て、この投稿結構コメントがついてる。 And a phone just appeared out of me. Look, you didn't think long for a help request to be posted, did it?Help requests post usually have clues leading to Helio B. You need to have a look. Oh, so that's how it is? Okay, I get the picture.
As you can see, after completing assignment, you will receive fans and gratuity. Best not to delete Delhi. Go accept the investigation assignment. Let's begin our investigation. Byakuro sama ga nige dashita? Kore no nani ga okashii no? Ryūjō sama wa shochu nige dashiteru jan. Juyō na no wa nige dashita janakute, shita no bunshō no hou.探偵士の意志が白露様を捕まえようとした瞬間、白露様は忽然と姿を消し、意志は肩透かしを食らった。Maybe they were seeing things. コメントを見る限り、かなりの目撃者がいるみたい。竜女様が脱出マジックを使えるなんて話、聞いたことないよね。確かに西洋の仕業っぽい。西洋はもともと感覚を操ることが得意で、文献にも姿を変え奇妙な行動をとっていたっていう記録が残ってるの。じゃあこんなところで突っ立ってないで早く行動を起こさないと。まずは目撃者に話を聞いてみる。そうだね。出発する前に情報を集めた方がいいと思う。西洋が何をしたいのか、何ができるのかを知ることができれば、取り憑かれた人を助けるのに役立つはずだから。当事者に聞くのも一つの手だけど、この人たちは西洋について何も知らない。あんまりまとまってないんだけど、ちょっと思ったことがあって、私たちには別の情報源があるんじゃないかなって。そうじゃん。西洋たちはずっと同じ場所に閉じ込められてたんだから、極秀仲間の気質もよく知ってるはずだよ。クエに会いに行くって考えただけで、怖くて死にそうだけど、でもきっとクエは私に会いたくて、食べたくて仕方ないと思う。フエは尻尾にしてやられてからずっとそのことを根に持ってる。その闘争心を刺激できれば、フエを私たちの思い通りにできるかもしれない。Get information. Let me collect more treasures. どれどれ、キラキラなものはないかな。Yeah, let's just keep on moving until one part of this process is done.水炎っていつからこんな風に薄暗くて気味悪い感じになったの？ Oh, I don't like this. Oh, I don't like this. ああ、退屈でおかしくなりそう。たまに飛んでくる虫すら面白く見えるくらい。でも今回は何匹か一緒に飛んできたみたいだね。フエ、聞きたいことがあるの。私たちの仕事に協力してくれない？ああ、水泳に入った瞬間気絶してた小娘、何日か会わなかっただけですっかり強気な口ぶりだね。な、私の剣はどこにあったの？待ってなさい。Don't let them get you. そうだよね。一時の我慢で風は穏やかになり、一歩引いて考えれば考えるほど腹が立ってくる。I wish I could destroy this piece of shit, but anyway, that's gonna fucking happen. 悔しいんじゃない？小ぎつね、私に何をしてほしいわけ？あの番犬の行方が知りたいとか？悪いけど、
あいつは跡形もなく消えたの。おっしゃ、そんなことはどうでもいい。それよりあなた、やっとのことで航路から逃げ出したんだよね。今は西洋がラフのあちこちで好き勝手してるのに、自分はここで少しも動けない。悔しくないの？お前たち、私に同族を裏切って自分たちに手を貸せって言いたいの？で、シセリオ。ブシスタイルン、シセリオ、ワトゥ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 。条件がある。私は過去の大祭王良元と将軍の勝負を再び始めたい。今のラフの将軍を私の前に連れてくれば話を聞いてやってもいい。将軍？何？できないの？ハンガン様は西洋と取引をする決意が足りないみたいだね。こいつ、最初から応じる気なんかないくせに。え、フォ、まさか本当に？わかった。新作府に行って将軍様を呼んでくる。ウィリーフォーフォー、ウィリー。Head to the seat of divine foresight and ask for Jingyan for personal assistance. ん？七死人、運気軍、獣王子の半眼に大道芸。How long have I been on Twitch? これは珍しい組み合わせだな。One year? 将軍様、私のこと知ってるの？私ってそんなに有名だったんだ。護衛の元凶から聞いたことがあってね。君は彼の剣を奪い、手ぶらで帰らせることのできた数少ない人物だ。I'm just so you know, I'm streaming casually, not like this. Like, probably about 2 days a week. Unlike some other people where they stream like 4 days a week, 5 days a week, and whatnot. ところで、and also if you notice, like, I'm not affiliate, I'm not affiliate or partner to Twitch or something. 私に会いに来たんだい。将軍様は多忙の身。本来なら西洋の剣は中央市の管轄なので、あなたの手を煩わせるわけにはいきません。でも、あの妖魔たちが好き勝手に動き回るのを放っておくのはきっと、I will be demoralized. 先代の将軍が妖魔と戦ったという噂は聞いたことがあるが、単なる作り話だと思っていた。作り話だと思っていた。I'll just stream on Twitch and then upload my thoughts on YouTube. Just like how some streamers do it on Twitch.汚染者が処理するという原則に従うなら、こちらも当事者を出すべきだが、東行将軍は私の尊敬する先輩だ。その後を継いだ以上、この問題を座視するわけにはいかない。相手がラフの将軍に会いたいと言っているのなら、それに従おう。将軍様、西洋という魔物は人の肉体を奪うのが得意なんです。もし懸念があるなら。配慮に感謝する。正直、妖魔機械を相手にするのは得意ではないが、西洋が逃げ、泉州の民たちに災いが降りかかっているのなら、将軍である私が責任を負わなければ。すまないが、諸君は先に行っていてくれ。手元の公文書の承認が終わり次第、私も水苑に向かう。
personalized profile picture, banner, and animated overlay complete with different skins for the song. Yeah, I'll think about it. Thanks for the suggestion. Now, moving on to... Minions right over here. 円の中では見かけなかった。人間、お前は誰？サイヨ、君は将軍との戦いを再開したいのだろう？私は招待に応じてここに来たんだ。This is General Tincture's success.I appreciate the suggestion, but I can manage my own time. Thank you very much. Your offer and suggestion is very much appreciated, but I can manage my own time. Why did he make this guy a successor? Well,青州人に部を競わせて新しい将軍を決めるなんて非現実的だけど。じゃあ軽減将軍、この水煙で私と勝負しない？もし私が勝ったら好きにさせてもらう。私は招待に応じてきたと言っただけで、君と戦うことを承諾したつもりはないが。は？戦わないの？お前、戦わないって言ってるの？あの戦いを再開するためにここに来たのに、それに応じない。まさか戦わずして私が勝ったと認めるということ？いや、人間の論理では戦わないことと勝つことは同じじゃない。君は誤解している。私がここに来たのは、まさしく当時の戦いを再開するためだ。ただ君はまだそれにふさわしくない。 You are not a worthy opponent. That's gonna trigger him. 東行はラフの将軍として運気軍を統率した。良元は西洋の長として群馬に命令を下していた。その両者が天風地裁の戦いを繰り広げるのは実に理にかなっている。しかし今私は泉州の将軍だが、君は良元ではなく一介の囚人だ。私と戦いたいのならこちらの決めた規則に従い、我が軍隊を打ち破り、私のいる本営までたどり着いてみせなさい。そうすれば君に機会を与えよう。お前の軍隊？ああ、これが条件だ。君は私の後ろにいる4人と戦って勝つ必要がある。え、私たち？それって問題があるんじゃ。いかです。そうそう、武力で解決できる問題は問題じゃないよ。この4人の総評に勝つだけでいいわけ？この4人を見くびらない方がいいと思うが、それぞれが卓越した技を持っており、闘志も忍耐力も素晴らしい。君の手には負えないのではないかと心配になるくらいだ。もし君が勝ったら過去の戦いを再開しよう。だがもし負けたら4人の質問に答えなければならない。嘘も言い逃れもダメだ。この条件を飲むか？飲む。この高台を5番、人を駒として勝負しよう。マシン？おいり？Wait, now.
4人の増票で私を苦しめるなんて。だと？私にだって自分の駒があるんだから。駒ども、私の命令を聞け。お前たちに力を与えよう。採用の記述を見せてやる。In this battle, we receive the power of exorcismix. The current exorcismix defense is depleting enemies' toughness and dealing damage. I've come up with a way to get the exorcismix ready. Give it a try. Every few turns, Fiend Fire will appear in the action order. When a turn ends, it will cause the Fiend Fire to shift towards the top of the action order. When the green fiend fire reaches the top of the action order, it will take effect on all allies. When the green fiend fire takes effect, it can replenish Luna Umbra Good's Exorcist Mix. Okay. Huh? All down. When fiend fire appears next to an enemy, it will appear as a red flame. Enemy is about to obtain Fiend Fire. Obtaining Fiend Fire will greatly enhance the enemy. Oh dear. Oh. Yikes! Enemies that receive Fiend Fire will be greatly enhanced. I have regenerated your stamina for you. Please take care. Okay. The enemy is about to acquire the Fiend Fire again. Now it's time to use the ultimate to help our team capture the Fiend Fire instead. Use any ultimate. Allies have successfully captured the Fiend Fire. Oh, okay. After using ultimate, the Fiend Fire immediately shifts towards the top of the action order. The Fiend Fire will obtain has already charged up its the Exorcist Meat. Use it to defeat the enemy. Okay, Exorcist Meat is now charged. How Hanya's ultimate works in slow motion. Wait, involves a single other character? Us?
Yikes. 弱き者のために。On them?It's basically a tutorial. 君の負けだ、フエン。調子に乗るな。もし私が両元のすべての力を持ってたら、お前たちなんかに負けたりしなかった。Keep flapping your gums for all I care. 戦の勝敗は陛下にも予測できない。君が改めて挑戦したいというのなら、いつでも付き合おう。もちろん。この4人に勝つことが条件だが、なら、もう1回だ。待って、次の戦いを始める前に約束通りこっちの質問に答えて。 Exactly. 本当に煩わしいチーム。で、何が聞きたいの？これを見て。これは西洋の仕業。You show Cyrus the post about Bailu's sudden disappearance. コーラに封印されてた西洋はたくさんいる。外に出た理由だって。報復のため、好奇心のため、あるいは飢えを満たすため。それぞれ違うんだから、どの西洋がお前たちの龍女をさらったかなんて、わかるわけないじゃない。でも、心当たりがないわけじゃない。例えば、トロビとか。What kind of helibus is C? あいつは遊ぶことが大好きで、人を操ることに興味がない。自由に遊び回ることばかり考えてる。両元が分裂した断片の中で、お前たちの龍女をさらいそうなのは、あいつしかいない。封印されてからの千年間、私たちは人間の喜怒哀楽を味わうことができなかった。トロビも我慢できずに遊び相手を探し回ってたんだろうね。フエンの言葉は多分本当だと思う。西洋の気象はそれぞれ違っていて、取り付いた相手の性格に影響されるの。好戦的な戦士に取り付けばだんだん喧嘩っ早くなる。遊びたい盛りの子供に取り付けば童心を持った個体になる。白露様はよく家を抜け出して近人口に遊びに来てるから、まさに自由を求める子供って感じだよね。うん、この手がかりがあればきっと任務もうまくいくと思う。ちょっと、まだ賭けは終わってない。もう一回勝負しなさい。We have to run some errands first. Be patient. くそ、たった一回勝っただけで偉そうに。もう一回、もう一回。うん、事の見通しはついた。西洋を鎮めるため、諸君には迅速に行動してもらいたい。ありがとうございます、将軍様。みんな、出発しよう。え？Now then, let's head to Aurum Alley. もう何日も近人口に戻ってきてなかったけど、自分の庭に帰ってくるとやっぱり慣れ親しんだ感じがしていいね。じゃあ道案内とか聞き込みとか全部ここの顔役のケイちゃんに任せようかな。あたしと漫才したいわけ？すぐにからかうんだから。あそこ見て、あの二人探偵師の服を着てる。
多分龍女様を探しに来たんだよね。うん、龍女様が急にいなくなって途方に暮れてるんだと思う。でも聞き込みをするときは身分を明かさない方がいいよ。あと西洋が取り付くとかって話にも触れないようにしないと、もしかしたらパニックになっちゃうかもしれないから。うんうん、分かってるから安心して。ハンガー様、市民との円滑なコミュニケーションの取り方は運気軍の必修科目だからね。こんにちは。その服装って探偵士の衣装だよね。私は運気軍の兵士スショ。あんたたち行方不明になった龍女様を探してるの？なんで運気軍まで動いてるんだ。君報告したのか。まさか。僕は地甲士にも知らせていませんよ。この件は少しおかしい。報告したりしたら注目を集めるために騒いでると思われてしまいますから。なんで運気軍はこのことを知っているんですか。うん、いい質問だね。実は私たちは10招待。町を巡回していろんな緊急事態に対応するために派遣された運気軍の治安第10招待なの。ほら、粗骨者が面倒な仕事ばかりする正体、わかるでしょ。わかります。僕たちも面倒な仕事を任されているので。とにかく私たちは龍女様が消えたって聞いて、何か助けになれないかと思って急いで駆けつけたの。あれ、そちらの種族の民の客人は請求列車の方ですよね。龍女様があなたの話をしていたのを覚えています。Let's just say mighty famous. うん。君たちが手を貸してくれるのならとても助かる。ただまだ私たちも状況を把握できていないんだ。ええ。龍女様を捕まえたと思ったのに。まさか彼女がパッと消えていなくなってしまうなんて。それに龍女様を追っていた時、彼女が二人いるところを見たんだ。本当に訳がわからない。やっぱりそうですよね。でも運銀の術にそんな効果ってありましたっけ。あるよ。私のそばにいる彼女古族なんだけど、先週の一級無形文化遺産評定の専門家で運銀の術にすっごい詳しいんだ。ここでフォフォ専門家の見解を聞いてみましょう。あ、そう、私は専門家だから。フォフォイさんが lost for a big moment。運銀の術だけじゃなくて、私たち子族が手品をする時も狐身の術で姿を隠したりすることがあるの。それで最後に白露様を見たのはどこなの。あっちの道です。なんだかあそこ子供の笑い声が聞こえる気がするんですよね。風の音でしょうか。二人はゆっくり休んでて、私たちが代わりに探してくるから。白露様は多分二人が自分を探し回ってるのを見て出てこれなくなっちゃったんだよ。でも彼女の友達がいれば出てくるかもしれないでしょ。ああ、わかった。それじゃあお言葉に甘えて君たちに任せよう。はい。 OK。 Let's search for Bailu who is missing around this area。ビャクロ様、ビャクロ様、どこにいるの。龍女様、出ておいで、一緒に遊ぼう。なんでビャクロ様が二人も。ん、やつら一緒に遊ぼうと言っておるぞ。バカ、
あんなの嘘に決まってる。お前を捕まえて家に連れ戻そうとしてるんだ。誰にも捕まらない遊びをしよう。なら逃げねばな。ビリー出たー。おい、スーちゃん、びっくりさせないで。そっくりなベクロ様には驚かなかったけど、スーちゃんの叫び声で心臓が飛び出そうになったじゃん。You really have to scream that loud, Sushang. 太陽の仕業だって分かってたんだけど、やっぱり怖くてさ。You look more like a Kagebushi no jutsu, or should I say, a shadow clone jutsu to me. Years of watching Naruto kind of does that. Meow, how do you catch them now?私たちの感覚をごまかしてるだけだから。 I only watched the OG Naruto. とにかく探してみよう。 Screw Bolt. きっとまだ近くにいると思う。 Screw. Hey, I'm watching that. I'm literally done watching the Naruto series the moment that. 笑い声は聞こえるのに誰もいない。私なんだか少し怖くなってきちゃった。Items for the fifth mass theory experiment in large labs. You vaguely remember the concept of the fifth mass theory. If the brief was Dan Heng who taught you about it, put simply, it states that the item filled with the reverence and faith of humanity will subconsciously fuel him. Many scholars believe that this is not only a psychological effect but actually evidence that the mind can influence the physical world. This research is currently an extremely popular scientific discipline and scholars in this area receive generous grants years after year.The three boxes in front of you read Iron Block 1kg, Iron Block 1kg, and Rainbow Relic 1kg. According to the Faith Mass theory, even if the three items are of the same mass, Genzo citizens will perceive the Rainbow Relic to be significantly heavier. You pick up the three boxes in turn, comparing their weight. The box with the Rainbow Relic written on it is far heavier than expected. That's a much larger weight difference than you anticipated from a deviation caused by subjective perception.If the signs of the case are correct, the three items should all be 1kg each. Perhaps it really is faith that caused the relic to have a heavy weight. You open the two boxes with iron block 1kg with another. Inside each, you find a regular iron block. Then you open the box marked with rainbow's relic 1kg. You find that the box is completely empty except for a single note.I knew that people would go crazy and put this box to check. This box is completely empty, but it's still heavier than the boxes with iron blocks. Why is that? That is because people believe that this box contains the rainbow's relic. Faith has weight. I hope that this experiment does not dispel any doubt and that they will accept our theory that the activities of our soul and mind can affect the worlds around us on a larger scale. There must be something else in this box.You just cannot bring yourself to accept the phenomenon in the way you throw caution to the wind and rag the empty box hard with your bat. With a great thwang, your bat strikes a hard object and rattles your hand to be. You pick up the box and tear back the paper covering the area you struck. You find a thin heavy metal plate underneath the paper. It seems that this fave mastery is indeed a popular scientific discipline. People must have used it to earn many a large grant.この中から聞こえるみたい。開けてみるから、みんな気をつけて。あれ、開かない？ Try to open the door. 変なの。これも西洋の仕業なの？追いかけてくる人を拒む強い警戒心があるみたい。Maybe I should have been. でも、Maybe she have been. どこに出没するかは分かったから。これを使ってみよう。この鈴は同心の火鈴って言って、
水炎での災いの後、獣王子が西洋に対抗するために用意した道具なの。西洋は関係ない人たちを元凶の外に追い出して、被害者だけを中に残すんだけど、この鈴を鳴らせば私たちの思考の波長を西洋と同調させることができる。でも具体的な原理は私にも説明できないんだ。説明書を読んでたら日が暮れちゃう。つまりその鈴を鳴らせば西洋は私たちを仲間だと思って、奴が作り上げた元凶に入れるようになるってこと？うん。入った後にどうやってトロビを捕まえるかについてはまた考える必要があるけど。私たちの中で一番すごいのはあんただから、あんたが開けてくれる？え、どうも、あんた最初。くれぐれも気をつけてね。はい。Talk to Green Eyefern and prepare to be covered by you. 準備ができたら鈴を鳴らして扉を開けて、みんなで突入しよう。Green Eyefern. Oh. Okay. Okay. Imaginary, physical, and then I'll go with this team setup.扉の向こう、どうしてこんな場所に？おお、crap! Not the maze! Not the maze! ちょっと、そこにいる西洋、早く白露様を解放しなさい。邪魔な奴らめ、僕たちはここで楽しく遊んでたのに。白露はお前らとなんか帰りたくないってさ。トロビー、こやつらはわしを探しに来たんじゃ。外も暗くなってきておる。そろそろ帰った方が良いのではないか。白露、大人には見つからないようにしようって約束したじゃんか。絶対に家には帰らないって。お前まさか約束を破るのか。そうじゃったな。大人は平気で約束を破るが、わしらはそんなことはせん。そうだそうだ、お腹が空いたら食べきれないほどの玉緑串を出してあげる。喉が渇いたら飲みきれないほどの干し芋プルプルを出してあげるよ。なんと、早く出せ、早く。今はまだダメ。まずはみんなで一緒に遊ぼう。おい、悪い奴らも聞こえてるか？お前たちも一緒に遊ぶんだからな。白露、僕たち二人で逃げて、この悪い大人たちに捕まらなかったら、美味しい食べ物と飲み物を出してあげる。おお、なら今すぐ逃げねばな。うん、好きなように逃げよう。空が真っ暗になるまで一緒に遊ぼう。逃げないで。エンダーゴン。ケチャミバイルベロオコス。僕はもっと外で遊びたいだけなのに。おいヘル、シーズ・ランニング・ソファー。なぜわしは大人の言う通りに暮らさねばならんのじゃ。みんな、今は遊んでいる場合ではない。大きくなってから遊べという。前の扉を閉めれば。彼女はあっちに逃げるしかない。 He's running in circles. Wait. Did she say something about the door? 前の扉を閉めれば彼女はあっちに逃げるしかない。So we're running in circles and maybe do something about the door.
あの二人、足が速すぎるよ。I would have lost my breath if this happens to me in real life. 力だと思う。まずは一息ついて。I would have lost my breath if this happens to me in real life. 作戦会議しない？こんな風に闇雲に追っても追いつけないと思う。Exactly. 頭を掴まないと。スーちゃんみたいな肉体派でも頭を使わずにいられないなんて。Anyone being a hunting trap? これは狩りじゃない。もし、ピャクロ様に怪我でもさせたら。Hey, it's just a suggestion. 待って、いいこと思いついた。逆にしたらどうかな。ピャクロ様を追いかけるんじゃなくて、彼女の方から来てもらうの。ケイちゃん、何わけのわからないこと言ってるの？あの龍女様が自分から来るわけないじゃん。今の鬼ごっこで子供の頃にいた星のことを思い出したの。そこは資源に乏しくて、お肉を食べようと思ったら危険を冒して鉱山の奥に入って、ウキイたちっていう動物を狩らなきゃいけなかった、うん、そのウキイたちってのが飛ぶのは早いわ、警戒心は強いわで、どんなに腕がいい人でも捕まえられなかったんだよね。え？ Did you get the meat? How's the story end? ケイちゃんの昔話モードが始まっちゃったね。ちゃちゃ入れないで、最後まで聞いて。ウキイたちの生態は特殊で、ナキトカゲっていう毒を持った生物と共生してるの。ウキイたちは餌を探しに行くとき、ナキトカゲに自分の子供を守らせるんだ。そこで私たちは巣に行ってナキトカゲを捕まえることにした。ナキトカゲは捕まると鋭い声で鳴いて、ウキイたちに巣に戻って子供を守るよう警告するの。つまり向こうからこっちに飛び込んでくるってわけ。 In other words, beat them? 頭がいいとまでは言えないかな。人は生きるためならどんなことだってする。ナキトカゲってね、瞑想と目玉から猛毒を噴射するの。たった一口のお肉のためにたくさんの仲間が命を落とした。それで今の昔話とケイちゃんが思いついたっていう案にどんな関係があるの？もう分かりやすく話したのに。要するに片方捕まえればもう片方も自分から罠にかかってくれるってこと。前にハンガン様が蔵月の氷炭っていう西洋を吸い込めるお宝を持ってたの。私が壊しちゃったあれってまだあるかな？はい、you still remember that? 氷炭ならあるけど、西洋が近くにいる時にしか使えないよ。フォフォは氷炭を持ってこの資格で待機して、残りの人たちで白露様を追い込もう。白露様を捕まえたら西洋が現れて罠にかかってくれるってこと？西洋ってそんなに情に熱いの？さあ、でもフエンが言うにはトロビは子供っぽいらしいし、試す価値はあると思うよ。 It would be difficult to catch up to Bailu as she flees in the illusory maze. We can only drive Bailu to run into the Luna Umbra God's Matrix. There are various doors in the illusory maze that can block the path. Close the appropriate doors to alter Bailu's escape route. Oh, come on.The strategy comes in. All right, over the ink. Wait, unlock. Now this is a one-way trip.
ちはいつも大人の方が大変だって言ってるけど、おかしいと思わない？だって大人も最初は子供だったわけだよね。なんで昔の自分と今の自分どっちが大変かなんて比べるんだろう。そうじゃそうじゃ、なぜ意味のわからんことばかりわしに聞かせるんじゃ。わしは遊びに行きたいだけなのに。Run around in circles. Put some doors. What?Should I close this one as well? Closing this door? Okay.I am at a loss here. What? Should you close some? I don't get it. Are interconnected in all directions? What the?Closing his door. Okay, I'm at a loss. Some or all?今日初めて遊び相手ができたというのに、主らは奴を捕まえようとしておる。大人って本当に卑劣だよね。子供の楽しい時間を奪おうとするんだもん。ヒヒ、I'm a big mini head.自分から網にかかってくれたね。本当はお前たち楽しい子供の世界に連れて行ってやろうと思ったのに、どうしても嫌って言うなら、僕が暴力に頼るのも仕方ないよね。You wanna fight? Then a fight you shall get.
お前たち大人に通じる唯一の言葉なんだろう。子供を叱るときによく使ってるもんな。 Alright, let's do this. Okay, every few turns, Fiend Fire will appear in the action order. When any turn ends, it will cause the Fiend Fire to shift towards the top of the action order. When Fiend Fire reaches the top of the action order, it takes effect on the knee that is currently taking action. When Fiend Fire appears next to allies, it will appear as Green Flame. When it takes effect, it can replenish the Lunar Unbound Goat's Exorcist Mix energy. When Fiend Fire appears next to enemy, it will appear as a Red Flame. When it takes effect, it can greatly enhance the enemy that receives it. After an ultimate is used, Fiend Fire will immediately shift towards the top of the action order. Using an ultimate when the red Rhyme Fiend is just about to reach the top of the action order will enable the team to capture the Fiend Fire. So, timing methods. いい所に来たわね。素晴らしい時はやさようなら。手の施しをお休み。落ち着いて。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。Can I heal Captain right now? お薬の時間よ。あら、優しいね。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。さようなら。うち、なかなかやるじゃん。呼吸するその感覚、覚えておいて。ルールは破るためにある。マイナーダメージ。立ちなさい。And then, got the job done。ごめんね、ピャクロ。僕、大人に叱られちゃった。もう一緒に遊べない。トロビー。絶対に大人の元には戻らぬと指切りしたではないか。大人は嘘をつくが子供はダメじゃと。でも僕にはどうにもできないんだ。どんなに長く遊んでもいつか終わりの時間が来る。でも今日は遊べてすごく楽しかった。また今度遊ぼうね。今度はないよ。フォフォ、お願い。トロビ、次に会えるのはだいぶ先になりそうじゃ。僕たちにはたくさん時間がある。だからピャクロが思ってるほど長くは感じないと思う。しばらくはこの大人たちと一緒にいなきゃいけないみたいだけど。And いいかな、ピャクロ様。もう遅いからそろそろ家に帰らないと。 As the healer wears disappears, Balu's eyes regain their clarity. She has retook control of herself. 少し記憶が曖昧じゃが、変なことをたくさんしたような気がする。 Yep, she's definitely being manipulated. 落ち込まないね、ミャクロ様。今までのことは自由に遊べた夢だと思えばいい。ミャクロ様は何も悪くないんだから。ジュガ、皆がわしのために走り回ってくれたことは覚えておる。本当にすまぬ。他人に縛られたり管理されたりしたら逃げたくなるのは当たり前だよ。問題があるのは行動を正そうとしてくる大人ややるべきことしか考えない人たちの方だと思う。謝罪の言葉を考えておったのに、無視の今の言葉で何を言えばいいかわからなくなったではないか。なんで謝るの？私だって白露様と同じだよ。もうすぐ成人になっちゃうけど、子供の時に裸足で走り回ってた日々が懐かしくてたまらない。お兄ちゃんに叱られて、ああしろこうしろ、もう少し大人になれって言われてね。それで反抗して逃げ出したの。
家族から離れても元気に過ごせることを証明したくて。だから私は泉州にいる。龍女様でも私みたいな普通の人間でも同じような経験をしてるんだね。いつの日かきっと白露様も今の日常から離れて新しい生活を始めるための力が身につくから。だから今は目の前の楽しさを大切にして、目先の問題に悩まされて謝ったりしないことをおすすめするよ。ぬし、なかなか人を元気づけるのがうまいな。探偵師の遺憾で心理医師をしてみる気はないか？う、この子本当に家でなんかするタイプなの？実際に話してみると皮肉っぽいというか、すごく大人びてる気がするんだけど。Well, she's way older than you. こんなところで立ち話しない方がいい気がする。ここは薄暗くて気味が悪いから。 Yeah. 場所を変えて話してもいい？ Yeah, let's just get the hell out of here. Challenge completed.正直に言うと、トロビって私の印象にある他の西洋ほど危険じゃなかったんだよね。うん、今回はたくさん走り回ったけど命が危険にさらされるほどじゃなかった。でもあともう少し走ってたら労災を申し込むことになってたかも。西洋に善悪の概念はなくて、ただ自分の欲望と感情に従って動いてるの。他の作用を捕まえる時もこのくらい楽だったらいいんだけど。 I'm just glad it's on. わしも苦労して探してくれた医師の二人に自首せねばな。待って、ん？他にも何かあるのか？私たちもっとたくさんのフォロワーから作用の情報を提供してもらえるように、この怪異事件の調査報告をネットにアップしないといけなくて。Oh, the social media thingy. You tell Bailu about the website Ghostly Grove? なるほど。龍女が西洋に取り憑かれたと触れ回るのはよくないから、わしの名前を隠して大げさな題名をつけねばならんのだな。そう、この出来事を怪異事件として印象付けたいんだ。大げさであればあるほどいい。それで、この怪異事件は私たちによって無事に解決したって宣伝するの。写真や動画をつければきっとみんなに注目されて、いろんな情報をゲットできる。うん、それは構わんが、どんな題名をつければよいかの。ね、前にあんたが一緒に作ったっていう講談をシエン先生のとこで聞いたことがあるんだけど、その時あんたはでっち上げるのが得意なんだなって思ったんだよね。I'm afraid you're overestimating me. みんなで知恵を出し合わないと。ほら、早く考えて。How to bring knife and impulse on ghostly group about the anomaly that having been solved. わかった。よーく話し合おう。Here's a picture I just snuck for a post. Okay. Creative liberty. I think I'll go with breaking news. And publish.
Wait, I'll go with breaking news then. Hello, world. このタイトルいいね。みんなはどう思う？よし、じゃあこれで決定。白露様もあの二人を待たせないように早く帰ってあげて。あの人たちも苦労してるみたいだからさ。うむ、今回は世話になったな。わしは先に行くとする。やっと西洋の事件を一つ解決できたね。西洋を捕まえるのがこんなに大変だったなんて。まだ終わりじゃない。カンア様の言いつけ通り、一旦西洋を捕まえたらすぐに水苑に戻って速慶大蛇人の妖魔沈めの塔に閉じ込めないと。え？ So the next stop is we head to the Fixed Troll Garden to cast the Heliobus into the Suppression Tower. Right. Let's do this. Expel evil and capture stray spirit. With the support of the Ten Law Commission Spirit Fairers, you see the Heliobus with the Luna Umbra God. これで一件落着だね。やっとゆっくり休める。でも外をうろついてる西洋はまだいっぱいいる。そんなに長くは休めないと思う。 Let tomorrow worry about tomorrow. 賛成。 And I mean even sleepy as a matter of fact. 今はとにかく休もう。西洋を捕まえるのは私の心肺機能が回復してからにして。Let's continue in the group chat. New message. Glad to e-meet you all. To say, our worst duty is blowing up. Tons of command reports and has become one of the hottest spots today. Woo! Speak to you, Link. Face target 20,000 fans. New fans 10,800. New gratuity 20. Any new investigation assignment? Anyone met a weirdo in exotic center who wants to play chess? Lofu meets ghost hunting squad. Okay.New investigation assignment. Fixed Troll Gathering 2. Begin. Alright, let's focus on the next part of the story. Konnichiwa, Nanashibito-san. 今日の作戦行動を始める。 Ah, finally, voiced. 獣王子参加、西洋逃亡事件特別処理行動隊、通称速記隊。また元気に任務を遂行するぞ。おいやいや、whatever。Can I switch to a four-day week? 求人にはそんなこと書いてなかったでしょ。って、そもそも求人なんか出してないけど。はいや。眠くて死にそう。そんなに元気いっぱいなんて、ケイちゃん一体どんな妙薬を飲んだの？フォロワー数がどんどん増えてくのを見てると、exactly. 興奮して眠れないんだよね。私には濃いコーヒーを飲むより効くんだ。Right. ケイちゃんはそれが本業だからね。私は全然ダメ。目を閉じた瞬間、自分と白露様がぐるぐる回ってる夢を見て、自分が出陣するより疲れちゃった。
Ah, yes, I remember. ずっと寝てたよね。The Baloo. 妖魔退治は夜に勤務が始まるんだから、太陽が出てる間に寝るのは合理的でしょ？ Yes, a point. そうだ。私が睡魔に取り憑かれたっていう体で寝床に封じて、あと60から100時間くらい寝かせてくれない？ほら、私を獣王子に引き渡したと思ってさ。Billy, Su Shang, Billy.Sounds like you spend time with Qing Quan. Oh, ah, that famous restaurant of Paishi. Nimu de asoko no chikaku o toru tabi, jitto shizukani paiuchi nakama to tatakatteru tokoro o miru. Fofo mo kanojo no koto shitteru no? Sugoi yumei nan da ne. Eh, ittai dare na no?Go to Green Island and check the post asking for help. この人だよ。ほら、この投稿を見て。Wait. I'm late as usual for work today and everyone's acting sus. Huh? What happened? 私の方が真面目に仕事してるじゃん。少なくともいつも通り遅刻なんて自信満々に書かないよ。スショウさん、変なところが気になるんだね。The thing is, everyone acting sus. この投稿、内容がすごく変。西洋に取り憑かれて、いたずらされてる時の状況に似てる。Whoa, Helio Boy have managed to infiltrate the Divination Commission? That's bad news, buddy. That's bad news.確かに静寂に連絡して出勤しないように言わないと。Since when does she need reminding to skip work? 興味本位で危険区域に近づく人を出さないためにも周知の義務は果たさないと。And I've been ignored. Is everything alright on your end? Don't go to the Divination Commission.Guard the gate. Ensure don't let anyone in or out of the division. Now I'm a real door guardian. I. 静寂ちゃんには伝えたから、大牧師に行って状況を確認してみる？まずはフエンの様子を探りに行こう。Do we really have to that monkey ass piece of shit of a ghost again?おしゃべりには付き合ってくれないの？ I'm fine. We'll talk to Ceres. Ish. Let's extract some information from that stupid ass ghost. 水炎っていつからこんな風に薄暗くて。お前たち、トロビを封じたんだね。他の西洋たちが震え、低く泣いているのを聞いた。みんなここから離れたがってる。獣王子の作戦は順調に進んでるみたいだけど、また私に会いに来たってことは、何か頼みたいことでもあるわけ？Same old, same old.あなたと将軍が約束した通り、私たちが一回勝ったら一つ質問に答えてもらえるんだよね。戦う前から勝つことが決まってるみたいに言わないで。おちびさん、尻尾の助けなしに西洋を捕まえる仕事を引き受けるのは少し無理があるって思わない？心を開いて私を受け入れれば、私が尻尾の代わりに力を貸してあげる。Shut up. 本当に No, 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 no. 何が？あなたは私を全力で惑わそうとしてる。それはつまり、あなたは戦いに勝つ自信がないってこと。
Oh. 賞賛があるなら、とっくに私たちに牙を向いてた。そうだよね、フエン。じゃあ望み通り牙を向いてあげる。ケーゲンの小窓もめ。前回の勝利の喜びに浸る必要はない。お前たちに何か手落ちがあればその隙に私が入り込む。ケーゲンが後ろで見てないと心もとないんじゃない。何度でも何度でも挑戦してやる。お前たちは疲れ弱り果てるけど私はそうはならない。この機会を逃すな。Never mind. I was about to open my arm, but never mind. 聞きたいことがあるなら聞けば。大牧師がある採用に選挙されたみたいなの。何か知らない？先週人が未来を探る場所に行くようなやつはサイエン以外にありえないと思う。エロルム？あいつは預言者の類につきまとうのが大好きだった。彼らと運命について話し合い、彼らが無作為と運命の狭間で苦しむところを見るのが大好きだったの。お前たち人間の頭の中にあるタンパク質の塊は計算効率が低すぎる。お前たちの運命に対する推測はただの類推と錯覚に過ぎないの。でも私たち無形目は違う。私たちが集まり共鳴して観測すれば運命は火のように鮮明に見える。戦いの時相手の行動を予測することができる。この能力は何よりも重要だから。両元の採用の中でサイエンは過去を踏まえて見通しを立て吉凶を見極める役割を担っていた。Which means Fusher might be possessed at this point from here on out. 前兆を予見したのに、なぜか両元はその警告を無視したらしいよ。今回の目標は明確だね。早速出発しよう。はい。私にサイエンのような力はないけど、おちびさん、予言してあげる。お前は遅かれ早かれ。私に助けを求めることになる。おう、シャラ。楽しみだな。Anyhow, let's just head over to the Divination Commission. Meet up with Qingxue at the entrance of the Divination Commission.Try not to engage. あ、来た。どうして獣王子の半眼も一緒なの？すごいおかしなことになってる。みんな何かつぶやいてるんだけど、下克上の準備でもしてるのかな？まさか私が無意識に悪いお手本になってたせい？No. 静寂さんって想像力が豊かなんだね。でもこれは純粋な事故なの。ただ詳しく説明するとなると、多分だけど今の大牧師は未知の生物に占拠されてる。つまり軽く考えて中に入ってたらあんたも被害者になってたってこと。師匠さん、秘密裏に行動するって原則忘れてない。
たり障りのないことだけ言ったって、静寂に今どれだけ危険な状況なのか分かってもらえないでしょ。あれだって静寂さんみたいな無欲な人には何もできないと思うけど。私を褒めてるように聞こえたけどやっぱり褒め言葉として受け取っておくね。じゃあ静寂さんはここで待っててね。中が危険なのにここで待ってるのは変じゃない？もしここを離れたいなら無理強いはしない。ってもしかして私たちと一緒に中に入りたいの？静寂さんは大牧師の状況を見たんだよね。私たちはそれを解決するために来たんだけど。うん、見た。けどこのまま離れたら無断欠勤になっちゃうよね。出勤してからサボるのはいいけど、無断欠勤は大牧様が許してくれないからさ。それにあなたたちには大牧師に詳しい案内役が必要でしょ。ほら行こう。 OK。 これどうなってるの？七し人さん、あんまり私から離れないで。ちょっと怖くて。あの人たち何を見てるの？みんな大丈夫？道は常に一つしかないのです。牧さんに意味はない。休館の陣、なんでこんなことになってるの？見て、大牧様が休館の陣の中心に立ってる。何をしてるのかな？何かブツブツつぶやいてる様子からして、航路や未来を計算してるんだと思うけど。でも休館の陣は少しも動いてない。おかしい、すごくおかしいよ。She's probably already been possessed. I called it. I freaking called it. あなたたちが言っていた危険のこと。I freaking called it. A fusion might be possessed. 人の夢や欲望を操るって。大牧様はそんなものに操られてるってこと。I can already see a pattern. どうすれば彼女の目を覚ませるの？ At first it was Baiju, and then fusion.So the next question is, who will be possessed next? 彼女と西洋が共有している元凶に入れるかもしれない。 Check the... don't know what charm... team? 静かに、大牧師で騒ぐでない。目が覚めたんですね、大牧様。それとも今はサイエンって呼んだ方がいい？お前たちが我をどう呼ぶかなど重要ではない。フゲンだろうがサイエンだろうが、大牧師唯一の主であることに違いはないのだから。目下占いは正念場を迎えている。他者の邪魔は許されない。獣王氏の半眼だろうと、請求列車の客人だろうと、ここに立ち入ってはならん。静寂、またお前か。お前が部外者を連れ込んだのだな。お前、我が日頃から立てている規則を無視する気か。静寂、お前はクビだ。 What?首？それって、一瞬でこっちの戦力を一人減らした。最高じゃん。私も就業時間内に遊んでるのはみっともないと思ってたんだよね。パイを打ちながら大牧師の給料をもらうのは、なんていうか、あれ、なんて言うんだっけ。フリーダム？
too much of a good thing? そういう過ごし方、あたしも夢に見たことあるもん。正解は命の無駄遣い。背中を押してくれてありがとうございます、大木様。あなたも私の才能をここに埋もれさせるべきではないと思ってるなら、私も何とかして変わらないといけませんね。でもその前に、大木氏が直面している面倒事を解決するために、この人たちを手伝わないといけません。さもないと同僚たちに逃げたからクビにされたんだって思われちゃいますから。真珠 is not right in the head。 さーて、これから何をすればいい？ねえ、かっこいいセリフを言うことに気を取られてたけど、どうすれば大木様を暴走状態から解放できるの？私にもわからない。あの作用は私たちを迷宮に捕らえるつもりも攻撃するつもりもないみたいで。暴走状態？我は冷静だ。むしろ過去にこれほど冷静だったことはない。今から我は全身全霊をもって先週同盟の定められた未来を計算する。そしてその未来を天下に伝え、人々が寸分の迷いもなく生きていけるようにするのだ。I think you've gone off the deep end。 お前の言いたいことはわかる。人の力は必ず自然に打ち勝つことができる。自由意志。しかし、これらは人間の脳が作り出した幻覚に過ぎない。道は初めから一つしかないのだ。お前は性格ハンターの手中にある駒の一つに過ぎない。Oh, shut up。 列車に乗り、誰を敵と定め、どこへ行くのか。お前が心のままに下している選択は、やがて運命の道で合流する支流に過ぎないのだ。先週を助け、元老を倒した今回の旅で、お前は深く実感したのではないか。全ての結果は幕の背後に隠れている奴隷によって脚本にされていると。例えば今お前にできる選択は、バットを振りかざして我に向かってくる。大声で我に無駄な論白をする。何も言わずに黙り込むしかないだろう。ちょっと、彼女の言葉に騙されないで。きっと他の選択肢だってあるんだから。I'll just fall into silence for now. よく考えてからまた我に会いに来るといい。これらの取るに足らない選択では必然を変えることはできない。それでも納得できないというのなら、我が運命とは何かを見せてやろう。人の頭でも理解できる方法でな。 OK。 なら我についてくるがいい。イルズビンメイス Recommended type。 OK。We might end up in a domain expansion or something. Ah! Let me be mistaken. これは私たちが人形城って呼んでるサバンで、大牧師の人が演劇したり頭を鍛えたりするためのものだよ。でも、どうして私たちをここに連れてきたの？ You want to play a game with us? 聞け。この小さな迷路に気候を入れ、命令を下すと、気候は命令通りに道を見つけ、出口へ向かう。
これは運命の中にいる人間に似ていると思わないか？だが、我にはお前の答えがわかる。人は機械じゃない。あるいは、世界に道は一つだけじゃない。だろう？ There's more than one path in the universe. 我らは、より複雑になっただけの機械と変わらない。この迷宮にいる気候と同じで、多くの選択肢を見ることはできない。最短の経路に沿って、唯一の道を行くしかないのだ。さあ、始めよう。気候をサバンの出口まで導くのだ。お前たちがどうやって運命を選ぶのか、我に見せてくれ。なんか、西洋の調子に乗せられてる気がする。Complete the Pathfinder challenge. さあ始めよう。気候をサバンの出口まで導くのだ。お前たちがどうやって運命を選ぶのか、我に見せてくれ。All right, let's do this. Huh? Right, straight, left, up.Execute. Booyah. Next. Toketa. Yoroshi. Omae tachi no sentaku wa hougan de mita toori datta. Wakatta daro? Kono mondai ni wa saisho kara kotae ga hitotsu shika sonzai shinai to.まるで運命の道が一つしかないようにな。その通り。誰かに作られた問題にとって正解以外の選択肢は何の意味もない間違いでしかない。でも宇宙は誰かのゲームじゃない。私たちのために問題や回答を用意してくれる人もいない。宇宙に唯一の解なんて存在しないの。その中にいる私たちはどんなことだってできる。同じ日の仕事でも書庫に隠れて本を読んだり、誰か探してパイを打ったりできる。それが自由ってものでしょ。そんなだらしないことをこんな堂々と言えちゃうなんて一理あるように思えてきた。大牧師の牧者って許容があるんだね。スーちゃんしっかりして。サボりの採用に洗脳されちゃってるよ。静寂よ。お前にとって人生には無限の選択肢があるように見えるのかもしれない。それはお前がする全ての選択がお前の毎日と同じように無意味で虚しいものだからだ。しかし我にとって選択は全く異なる結果をもたらすだろう。はあ、本当に大木様らしい人情味のない発言だね。我は先週ラフの大木として重い責任を負っている。日々複雑に絡まった運命の糸を整えなければこの巨漢を守ることなどできぬ。一見魅力的な分かれ道でもその先を見ると踏み入れたら最後、永遠に戻れない深淵が広がっていることがある。いくつかの小道は演繹できないほどの暗闇に入り込んでいる。そして結局のところ我は気づいたのだ。我らに選択肢などないのだと。怪人と苦渋に満ちていたとしても唯一の道を進み最適解に向かって走るしかない。道は常に一つしかないのだ。どうしよう、なんか説得できる気がしない。もっと複雑なサバンにしてみるのはどう？どれだけ長くこのゲームで遊ぼうが、どんな手を使おうが、もうパズル喜んで付き合おう。静寂さん、お前たちの自由意志で気候をサバンから連れ出してみせろ。さあ始めよう。
気候をサバンの出口まで導くのだ。お前たちがどうやって運命を選ぶのか我に見せてくれ。はい、ファイフ、はあ、So it'll be what, up, right? Wait. Hold on. Okay, this one's a bit tricky. This 1 2 3. I found the bingo. 2 3 4 5. Found it. 今回のサバン道は少し変わってたけど、前回と同じくらい簡単だったね。大木様、きっとこう言うんじゃないかな。運命の道は一つしかない。お前の選択はとっくに定められた唯一の答えなのである。私はそうは思わないな。大木様、このサバンをリセットしてもう一度最初から始めない？リセットサンボックス、また最初から。今のサバンの道を変えずにか。あと1万回試そうと結末は決まっている。道は一つしかないのだから。分かった。 What is strange happening on the way? 静寂、お前は本当に面白い子だな。静寂ちゃん、さっきこっそり計算してみたんだけど、この問題確かに答えは一つしかないみたい。これはサイエンが設定した謎解きだからどうしようもないよ。二つ目の解き方なんて存在しない。私たちがサイエンの運命ゲームにこだわってる限り勝つことはできないと思う。うん、二つ目の選択肢はある。みんな、選択肢は永遠に存在するんだよ。ナナシビトさんからも何か言ってくれないかな。어려워신추에 そういう意味じゃなかったのに。始めるのか。このサバンには当然2つ目の解き方がある。今から私の考えを言うから、みんな手伝ってくれるよね。 Of course。 静寂さんがどうやって問題を解くかはわからないけど、半眼として何としてでも使命を果たさないと。静寂ちゃん、私も手伝うよ。何か妙案を思いついたんだよね。うん、静寂が私たちのことを使ってくれる限り手伝うよ。そんなに人手は必要ないから、二人だけで大丈夫。Need two people for her plan to work. Wait just a freaking minute.ねえ、サバンに入ってあっちのあの場所に立ってくれる？え？え、プッ？ハンガンさんは反対側のその位置に立ってもらえるかな。震えないようにね。ステンエッジ？うん、よし、これで2つ目の道が現れた。さあ始めよう。気候をサバンの出口まで導くのだ。お前たちがどうやって運命を選ぶのか我に見せてくれ。 OK。
1 2 3 I see the way. 1 2 3 4 5 execute. これが2つ目の回で、2つ目の選択肢。私はこのサバンに異なる答えを作り出した。大木様、問題を作れるのはあなただけじゃない。そして運命の道を進むのも私一人だけじゃない。人を呼んで助けてもらえば第二の道を作れると思ったのか？お前のそれは概念をすり替えているだけだ。このような道を我は数千、数万と編み出すことができる。しかし、それらも結局は同じ終点にたどり着く。このような選択に何の意味があるというのだ。You don't even understand what Shinji is saying. そうそう。ヨーマ、あなたは人間のことを全然わかってない。宇宙はね、パイを打つテーブルの上にある微玉パイと同じなの。Cパイが終わった時にはほとんど勝敗が決まってる。テーブルの上にどんなパイを打つのか、灰山にどんなパイが残ってるのか、隣の人はどんなパイを持ってるのか、そういうのは全部計算できる。でも計算だけじゃ味気ないでしょ。臨機応変に対応して、ヘイが攻めてくれば勝で防ぎ、紆余曲折を経て結末にたどり着く。少しの計算と少しの未知、そして少しの制御不能な要素が微玉パイを、生活の面白さを構成している。目の前の対局が必ず負けるからって私の選択は無意味なものになるの？そんなことない。だって選択そのものに意味があるんだから。私が少しでも面目を保てる負け方ができるよう選択を続けるように、大木様も目標のために彼女の選択を下してる。さっき言ってたよね、大木は日々複雑に絡まった運命の糸をきれいに整えなければこの巨漢を守ることはできないって。宇宙なんて敗者しかいない対局の中で、彼女は選手ラフを1秒でも前に進ませるために絶えず選択して絶えずあがいてるの。大木様は私の中で最高のパイ師なんだ。大木様みたいな人なら運命は定められてるなんて惑わしに理由もなく思い悩んだりしないと思う。西洋、あなたは人間の醍醐味を知らない。運命は定められているなんて幻覚にとらわれているから、未来を見る人に自分と同じ苦痛を味わわせたいだけ。なあ、あなたってば本当に人間のことを何も分かってないね。オーフ。動揺するな、フゲン。我を拒むな。こんな小娘に騙されるんじゃない。Now。サイエン、大木様から離れなさい。見えるぞ。我は失敗する。我は勝てない。素晴らしい時は。なぜだ、なぜ二つ目の道がないのだ。宇宙の全てはすでに決まっている。いや、我は勝てない。Oh, what the hell? よいしょ。立ちなさい。正義はここにある。呼吸するその感覚覚えてます。 What was that?さようなら。
just keep going for now. What the hell? Wait. The game froze. The game froze. Hold on. The game froze. I'll be right. Hold on. Let me fix this thing. The game froze. There's simply a bug one going on. Ah, crap! And your butt's down. 全員死刑。素晴らしい時はお別れの時間よ。Done and dusted. 大木様、大丈夫ですか？ No idea what's with that bug, no one. 大丈夫。少し頭が痛むだけ。太陽に取り憑かれると具合が悪くなりますよね。でも弾薬を飲めば大丈夫だと思います。What's that bug early on? この火の塊がサイエン。大した力はないのに、取り憑かれると果てしない絶望に襲われるのよね。早く、早く我を暗闇の中に。見えたぞ。お前たちは我を監獄に入れる。Oh, shut up. セイジャ君、助けてくれてありがとう。気にしないでください、大木様。あ、そうだ。さっき太陽に取り憑かれてた時、私をクビにするって言ってましたけど、あれは本気ですよね。これから書面で通知して一方的に解雇してもらえますか？私が大牧師で適当に過ごしてきた年数を考えれば、かなりの額の賠償がもらえるはずだよね。それを元手にパイソーを開いて、従業員も何人か雇って、そこで出た利益で暮らして、働かなくてもいい生活を始めるんだ。さっきの静寂と同じ人間だとは思えない。 What the hell? さっきは随分適当なことを言っていたようだけど、残念ながら一言も覚えてないわ。あ、ところで静寂、ここで何をしているのかしら。今は書庫で働いている時間でしょ。大木様は約束を守る人なのに、言ったことを取り消しちゃっていいんですか？
Oof. もちろん人生にはいつも選択肢があるってお前が教えてくれたんじゃない。オーフ、押し切れなかったか。大木様は少し休んでいてください。私はサボじゃなくて仕事に戻りますから。オーフ、チャレンジコンプリート。So what's next? I think I'm down for one more. What you call it? バカみたいなことばかりしでかして、面目丸つぶれね。Well, at least no one's get got hurt. ええ、私だけが負傷する運命は達成されたわ。西洋は人の弱みにつけ込むのが得意だから、弱みは誰にでもありますから。これはフゲン様のせいじゃありません。そうそう、フゲン様は被害者なんだから自分を責めたりしないの。お前たちの協力には心から感謝しているわ。大牧師は思わぬ災難に見舞われた。私は全体の指揮を取らないといけないから失礼かもしれないけど見送りは遠慮させてもらうわね。あ、ちょっと待って、あと一つだけ用があるの。何かしら。 You tell Fu Shen the detail of your operation. 大木が西洋に取り憑かれたという話が広まるのは良くないのね。分かった。名前と身分だけ伏せてくれればお前たちがどう改変しようと構わないわ。 OK。Water scoop is life construction blunder causes total divination shutdown. Shocking matrix of patience is self aware. Second oral mission uprising imminent. Wikipedia major update of divination algorithm causes massive workload.With this one, then. 私にはまだ仕事がたくさんあるから申し訳ないのだけど今日のお礼はまた後日にさせてちょうだい。じゃあ私たちは邪魔にならないように行こう。これから水炎で左右を封印しないと。Or...Let's just head back to Fixtroll, whatchamacallit, and seal the Heliobus. Expel evil and capture stray spirit with the support of the Tenlo Commission Spirit Fiber. You seal the Heliobi within the Luna.先週の吉凶を占っているとどうしても心に魔がすくい西洋に付け入る隙を与えてしまうんだ。幸い君たちの助けもあって普賢殿は今回の災難を乗り越えることができた。 What do you think about this? 君は講談を聞いたり元気を見たりするのは好きか。講談にしろ元気にしろ全ての物語の結末は決まっている。だからといって、その物語を楽しむことを放棄したりはしないだろう。人生と運命も同じ道理だ。結末が決まっていようがいまいが、経験する価値はある。ああ、カンア殿が妖魔沈めの塔で君たちを待っている。
Okay, let's look for Hanya then. Buddy, let's get the shit out of me. Oh, I have to head to the other side of the damn building. Hold on. を代表して大牧師の災いを収め大きな手柄を立てたこと私も誇らしく思う。この件は獣王に報告してちゃんと表彰してもらうから。ありがとうございます、カンア様。今回は静寂さんの助けがあったのでスムーズにサイエンを倒せました。まさか普賢様のような正確に先を見通せる人まで西洋に惑わされるなんて。とはいえ私も彼女の苦悩は理解できる。私たちはそれぞれ見えない道を寸分たがわず進んでいるから。半眼は獣王の死に従って命令を遂行するけど、その意味を教えてくれる人はいない。それは大牧様も同じ。どんなに残酷で恐ろしい選択を予見したとしても、それがラフの人々のためになるものなら、彼女はそれを選ばなければならない。もしかしたらその方策は遠い将来を見越したもので正しいのかもしれないけど、私たちは生身の人間、選択をする過程で苦痛を感じてしまうものなの。カンアさん、ごめんなさい、ぼんやりしてた。ずっと書類仕事をしてたから少し疲れてるのかも。今日の用件は済んだからみんなゆっくり休んでね。うん、今日のところは解散しよう。カンアさんも無理しないでね。やっと寝床に戻れる。ジャーニー、 I'm totally okay。Why don't we start with Hoho and talk about what we did today? Today we see the Heliobus Kerelum. Thanks for all the help, everybody. By the way, Miss Chingshed looks so cool through that. Yeah. But let me tell you something funny. A while back, I got this message from someone accusing me of plagiarizing their short movie video. Even attempted to delete legal action, but I don't respond right away. I seem like, nah, it's my own stuff from last year. Then they argued that there's no statute of limitation for plagiarism and whether I upload the video to me or blah 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 blah.That means you're famous now. Be floating there for a while. Keep floating there for a while. Keep floating there for a while. Use the mouse.Okay. Continue. Nice. We hit the target. Yeah. Buddy, don't scare the shit out of me. What the fuck?こうやって探すのは効率が悪い気がする。触覚の悪鬼が食事どころに押し入り暴飲暴食、体重の倍の量を平らげる。これ尻尾の仕業だったりしないかな。
尻尾ならやりそう。これは単に食い逃げで捕まった人が言い訳してるだけだと思う。じゃあこれは怖い怪異事件発生、7日で複数の珍職人が最悪に見舞われる。前にホラー元気を見てた時、尻尾が一番大事なところで私を脅かしてきたのを思い出して。これはただのいたずらじゃないかな。あるいはこれをネタにして元気の売り上げを伸ばそうとしてるのかも。Have you planned our next step yet? ファフォーってば、もう何時間もラフ雑草に張り付いて、ちょっとでも怪しい事件を見つけると私たちにこれって尻尾かなって聞いてくるんだよ。尻尾も大忙しだよね。どんな悪事も尻尾に関連付けられるんだから。尻尾はまだいるって私の直感が言ってるの。でも本当にいるなら、なんで私に会いに来てくれないんだろう。いる？ Well, he is a Heliopas. うん、妖魔の考えを当てようとするのはやめた方がいいと思う。尻尾は長年封印されてたわけだし、突然自由になれたんならしばらくはあっちこっち走り回ってるんじゃないかな。フォフォもお姉さんなんだから、包容力を持って辛抱強く待たないとね。でも尻尾がいなくなったとしても、フォフォがすごい半眼であることに変わりはないよ。それは今回の作戦行動でも証明されてるでしょ。ありがとう消えない風さん。そんなに褒められると恥ずかしい。だってみんなの助けがなかったら、この数日みんなと一緒に行動して少しずつ自信を持てるようになったけど、つい尻尾がいた頃のことを思い出しちゃうの。あの頃の私は役立たずの臆病者で、何かあったらすぐに隠れていた。でも尻尾はいつも私を罵りながら問題の解決を手伝ってくれた。私のお兄ちゃんみたい。はあ、まさに悪縁だね。あ、みんな見て。青は何？尻尾を見つけたの？Oh my gosh, Cloud Knight caught doing the unthinkable at Alchemy Commission. Folks, I got something to tell you. It happened just yesterday when I was passing by the Alchemy Commission. I heard a strange noise at the entrance. So I gathered my courage and took a look inside. Can you guess what I saw? I spotted one of the Cloud Knight, and they were acting all strange, swinging their weapon around as if they were possessed or something. More than a dozen other Cloud Knights couldn't restrain them. Did anyone else see this? What's that?これ尻尾の仕業なの？尻尾かどうかは置いといて、これは絶対に西洋の仕業だよ。早く行こう、遅れたら面倒なことになる。 Go! みんな気をつけて。今回はすごく攻撃的な西洋かもしれない。Okay, Sword Essence. The Alchemy Commission. Whoa, what the hell happened, man? 兄弟少し落ち着け。さっきある技を習得したんだ。その技でお前の命を終わらせてやる。 What's with this guy? 関係のないものは近づくな。ここは危険だ。私たちは関係のないものじゃないよね、半眼様。君は、師匠。それに半眼。君、
なんで獣王子の人間と一緒にいるんだ。説明すると長くなるし疲れるから、とりあえず目の前の問題をどうにかしよう。本気軍の兵士さん、この場は獣王子が引き継ぐから協力してもらってもいい？わかった。でも手加減はしてくれよな。わかってる。この技はどうだ。Oh dear, I might have heard the wrong thing in this fight. 素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。ついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。まだまだだな。OK。After a struggle, you subdue the crazed Cloud Knight. こいつ大丈夫なのか。命の危険はないはずだけど、手足が痙攣したり会話が成り立たなかったりするのは抜け出せない妄想にとらわれてるからだと思う。力を根こそぎ取られたような気分だ。大丈夫。いくつか質問に答えてほしいの。自分の身に何が起こったか覚えてる？ぼんやり覚えてるような。ちょっと待ってくれ。今日は探偵師に忌み物が出たっていう報告が入って、隊長にそれを相当するよう命じられたんだ。でもその後のことはまるで夢を見てたみたいにおかしかった。俺の武器が急に喋り出したと思ったら、俺に武芸の指南を始めて、俺の技は見かけ倒しで力の無駄遣いだから、力を抜けば代わりに武器を振るって敵を倒してやるって言われて。なんで母さんと同じ？じゃなくて、やっぱりこの件は西洋が関係してたんだね。信じられないことに自分の実力が上がったように感じたんだ。でも武器が言うには、俺の資質はあまりにお粗末らしい。あいつはもう一人弟子を取って自分の技を思い切り輝かせるって言ってた。その時になってやっとそばに剣を吐いた子供がいて、俺を見つめていることに気がついたんだ。ラフなら小さい頃から武芸を習ってる子供も少なくないけど、剣を履いて歩き回ってる子供って、私たちの考えてる人じゃないといいんだけど。今ならはっきりわかる。あの子供は将軍の拘束元凶。 He's the fucking punching bag。 いっそのこと当てが外れてた方がマシだった。俺は自分の刀に言われたことを不満に思ってる。そうしたら気づいた時にはもう元凶に手を出してたんだ。元凶が手加減してくれたんだろうな。笑い話だが、俺はあいつの動きを捉える前に地面に倒れてたんだ。ただその時奇妙な光景を見た。元凶が自分の持ってる剣と話をしてたんだ。それから振り返ることなくここを離れて、そして俺の武器は二度と喋らなかった。まずい。彼のことは俺に任せて、君たちは早く追うんだ。はい。So I'll just follow the mini map. You see, you guys can't see it, but
く。Wait, wait, 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 wait. I'll try not to engage the enemy in with that. Wait, I think I have an item that does that. Big boy, max energy. Ah, these aren't the ones I wanted. Don't have that item? Good. Screw it. Just take the long way then. Because there's one item that rejects all enemy encounters. Which I don't, unfortunately, I don't think I have it. Have that thing crafted. の武器は構造士が作った名品で持ち主に呼応するらしいの。持ち主の一挙手一投足に宝剣は魂を持ったように応じて決してそばを離れないんだって。もしかしたら元凶は何か危険な目にあったのかも。だから剣が飛び出して誰かに知らせようとしてるんじゃないかな。危険な目。師匠さん、怖いこと言わないで。あの天才少年の剣の腕があれば彼を傷つけられる妖魔なんていないと思うし。さあ、それはどうだろう。西洋みたいな変なものはどんなに鋭い剣でも切れないからね。ちょっと言おうかどうか迷ってることがあるんだけど。不吉な話ならやめて。さっきの運気軍が遭遇したことから考えると、危険な目に遭うのは多分元凶じゃなくて元神 is the danger。 そういうこと。この剣の後を追おう。どっちにしても事態が深刻化する前に元凶君を見つけないと。うん、 Let's follow this。No. Investigation comes later. Oh, crap. Rays ride on the howling beam. Genshin's sword hangs in the air, pointing to the distance across the lunar resin depths. ここは気流台に向かう私が。剣の様子からして。元凶君は気流台にいるんだと思う。本当にこのまま無鉄砲に飛び込んでいくつもり？西洋に取り憑かれてなくても元凶は運気軍一の剣士なんだよ。スーちゃん怖いの？でも今回の西洋は今までのと違ってかなり凶暴みたいだし、私も怖くなってきたかも。変なこと言わないで。私は歩き始めた時から母さんの剣の訓練を受けてるの。将軍の愛弟子には及ばないけど、戦いにおじけづいたりしたら運気軍の名と花伝の剣に泥を塗ることになっちゃう。でも確かに少しだけ怖いかも。元凶に取り付いた西洋がその凶暴さを発揮したりしたらみんなを守りきれないかもしれない。今回の獣王子の作戦が始まってから
将軍様はずっと陰で私たちを支えてくれてた。今度は私たちが報いる番だよ。え？そうじゃなくても私は半眼として西洋に体を奪われた彼に将来後悔するような大きな過ちを犯させるわけにはいかない。 Enough。 スショウさん、ケーナイフンさん、ナナシビトさん、私に力を貸して。今元凶君は気流台にいる。ナナシビトさん、行こう。ガジンビゲルタレス、レッツゴー。ガジンシオーケーアップキングリバリアのベンチフォーナーダンガン、ユカミン、レッツドゥディス。Whoa, what the hell am I looking at? What the hell am I looking at? どうして気流台にこんなにたくさんの剣が。絶対西洋が生み出した幻覚でしょう。今ここで鈴を鳴らして囚われてる元凶と話ができるかどうか試してみない。幻覚？君たちにも見えるなら君たちも元凶に落ちたってことじゃないの？慌てる必要はないよ。僕からすればこの剣人はまさに宝物庫だ。顔を上げて適当な剣を見るだけで僕が学んできた技よりはるかに多い数千もの技が尽きることなく披露される。何よりこの西洋はさらなる高みを求める人を拒まない。I'm not interested in your swordsmanship, buddy. 教えてくれるのは剣術だけじゃないよ。もっと強くなりたいと思えば、この剣人は数えきれないほどの方法を示してくれる。そうだよね、陽虚先生。陽虚？その西洋は陽虚って名前なの？そう。陽虚先生は僕の剣術の穴を見つけどうやったら上達できるか教えてくれると約束してくれた。だから僕は陽虚先生をここに連れてきたんだ。ここは僕が何度も挫折を味わった場所だからね。少年よ、俺がいれば全てが変わる。隠月の流村だろうとあの性格ハンターだろうと貴様に技を伝えた女だろうと俺の教えを受ければ貴様は奴らをはるかに超える無限の功績を手に入れることができるだろう。あの人たちをはるかに超える無限の功績。君たちいいところに来てくれたね。僕は賢人から少し学びを得たばかりなんだ。君たちを砥石としてその鋭さを試してみるとしよう。 Alright, time to whoop Yang Jing's ass。 僕の剣術が至らなかったせいで何度も敗北した。陽虚先生の教えがあればきっともっと強くなれる。なんで急に戦い始めるの？はい、マイゲームして。よっ！さあ、行け！落ち着いて。重傷じゃ、よいしょ！この程度か。悪を払う。やがて過ぎ去る。お別れの時間よ。
imprisonment, paranoia. Sawaki, what the hell? What the hell was that? What the hell was that? What the hell was that? I literally just got one almost got one shot. What the hell? 練習試合だと思ってたんだけど。 勝者は生き、敗者は死ぬ。 戦場の法則は宇宙の法則と同じだ。 剣術は勝利の芸術であり、 勝利した剣だけが受け継がれ、 敗北した剣はあればかに埋もれる。 でも 俺を拒んでいるのか。それは無意味な慈悲だ。その雑念を捨てられないのなら貴様に進歩はない。剣を上げろ。勝者は生き、敗者は死ぬ。何偉そうに憲法の優劣を語ってるの。ただ人を駒として好き勝手に使って、 他人を利用して殺意を満たしたいだけの悪者じゃん。私が持ってる剣炎剣は代々家に伝わってきたものなんだけど、私にこれを渡した時、母さんは剣を折っても勝たし、志奪うべからずって言ってたんだよね。それから私はずっとその言葉の意味を考えてた。今やっとその意味が分かった。母さんはきっと 剣は折ってもいいけど、志を奪ってはいけないって言いたかったんだと思う。元凶、さっきの戦いの勝敗はまだついてないよ。このまま続けても意味がないなんて定説一方的に言わないでよね。<笑>この小娘の闘志は実に熱い。彼女はガンとして戦うと言ってるが、少年答えるのか。 引いたりなんかしない。師匠さん、これは運気軍同士の問題だよ。負けてもいいけど仲間を見捨てて運気軍に恥をかかせるなんて、私の剣に顔向けできないでしょ。あんまり長くは持ちこたえられないと思う。早く将軍を探してきて。彼が来るまで絶対に倒れたりなんかしないから。 オッケー。そう、スーちゃん、ああもうスーちゃんってば。なんてバカなことを。でもスーちゃんが元気をの前に立ちはだかった時の背中、本当にかっこよかった。姉さんの情報によると将軍様は水泳で油を売ってるみたい。早く行って 将軍様を探さないと。元凶君の目を覚まさせることができるのはきっと将軍様だけだもんね。 Okay, then without further ado, let's head. Alright, we can explore what you want to call. おや、そんなに焦った様子で一体どうしたんだ。 We tell Jinyuan what happened on Dragon Prayer Terrace. 剣法を教えることで人の心を揺さぶる際、私に代わって教えてくれるのなら助かるが、その妖魔は勝ち負けへのこだわりが強いようだから元凶の手には余るだろう。では将軍様、すぐに出発できますか。遅くなったら師匠さんが。ああ、
分かっている。だがその前に盗み聞きしているフエンに質問したい。君は陽気を知っているんじゃないか。もちろん。あいつは両元の部を司ってた。そして私たち断片の中で一番好戦的なやつでもある。ありえん。それでその元凶って剣客は何者なの。私の弟子だ。お前から悲しみの匂いがする。ああ、わかった。無能な弟子を助けるために師匠自ら戦わざるを得ないんだ。ああ、陽虚が羨ましい。 Oh, shut up。 君は悲しみの味を知っていてもなぜ悲しいのかはわからないらしい。弟子が勝敗に執着して判断を誤った。これは師として私の落ち度であり、私が悲しんでいる原因でもある。ここで余裕のあるふりなんかしない方がいい。陽気は殺傷性がすごく高いから、一度刺激されたら血のつながった家族すら意に介さなくなる。ましてや師匠なんて言うまでもない。早く行けば。使徒の殺し合いの邪魔はしないから。Alright, let's accompany Jinyan to meet Yanqing. 気流台で師匠が待っている。さあ、行こう。Right. Round 2. Start the challenge. の陽影も大したことないね。私なんて一撃で倒されちゃうと思ってたんだけどな。まさかまさかまだ持ちこたえてるなんて。私って自分が思ってるほど弱くなかったんだね。少年、貴様はためらっている。ずっとためらっているぞ。これほど実力差のある剣士を相手に貴様は一体どれだけの時間をかけている。貴様には剣士としてのプライドがないのか。この気流台での敗北を再演するつもりなのか。早く小娘を切れ。血だけが剣についた恥辱を注ぐことができる。彼は切ったりしない。将軍。念、将軍。貴様に剣を教えた者が来たぞ。こいつの指導のもと、貴様は失敗したことこそなかったが、最近になり人生で初めての挫折を味わった。そして、貴様の剣術に対する自信は大きく揺らいだ。貴様はこいつに失望されることを恐れ、こいつが望むような人間にはなれないのではないかと心配している。さあ、こいつに俺が教えた技を披露するのだ。きっと貴様の成長を喜んでくれるだろう。こいつに教えてやれ。次の一撃で先週のために勝利をつかみ取るとな。僕はこの一振りで。元凶は私に何かを証明するために剣を抜いたりはしない。私は彼を信じている。彼が必ず勝つことを信じているのではなく、いつの日か彼が勝ち負けの概念から抜け出し、自分が剣を振るう真の理由を見つけられると信じているんだ。その理由は楽しいからでも、人を救いたいからでも、敵を殺したいからでもいい。その理由は
彼自身が見つけるべきものであり、何人も彼に教えることはできない。今の彼はその最初の一歩を踏み出したんだ。将軍、僕は勝ち負けの概念からの脱却、それは死者と負け犬を慰める言葉に過ぎない。気流台で惨敗した時のことを思い出せ。死の淵をさまよう感覚を想像してみろ。あの時、性格ハンターの剣が貴様の体を貫いていたら、貴様はここに立って勝敗の意義を考える機会さえなかったのだぞ。今こそ己の限界を超え、全ての枷を打ち砕く時だ。死に貴様を縛り付けようとする将軍に向かって剣を抜くのだ。将軍、どうか剣術を What the 披露させてほしい。ここで挑戦を申し込みたいんだ。妖巨先生、僕はこの剣人と先生に挑戦を申し込む。俺の苦心を無駄にしたな、小僧。貴様の功績は本来無限だったというのに。 Thank goodness。 残念なことに、貴様には無駄な思考が多すぎる。だがそれも重要ではない。俺は貴様を指導しながらその一挙一動を把握した。貴様が俺に挑戦するというのならもちろん応じてやる。貴様の技を使い最後の授業をしてやろう。あれです。貴様の剣法は全て把握している。貴様に披露してやる。非常な剣の下でそれらはどれほどの威力を発揮するのだろうな。大丈夫だ元気。剣術の型を隠し思考を制御すれば心を乱される。分かった。生死虚実一年同天元気超無一角。はっ、落ち着いて直してやろうか。よいしょ。争いに意味はない。やっ全員死刑。ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。重傷じゃのドリア。た悪を払う。よさくないわ。生死虚実一年のマナリ同天元気超無一角。弱っておるの。おお、落ち着いて。 I have lost concentration over there。
この一撃、運は僕に味方したみたいだね。実にいい。貴様の勝ちだ。はあ、なんとか無事に終わったね。こいつを氷炭の中に収めないと。And she's sealed. Let's get out of here. Shogun. Kimi wa yoku yatte kureta. Watashi mo toshi da kara, kanjou o aoru yona hanashi wa yamete okou. Sore demo.僕を幻の中から助け出してくれたみんなに感謝しないと。特にスシオ。もう西洋に取り憑かれた人ってなんでみんな謝るのが大好きなんだろう。みんなは被害者で、悪いのはあちこち好き勝手に逃げ回ってる奴らなのに。むしろ私と戦う時に抵抗してくれたり手加減してくれたりしてありがとう。でももしかしたら最近私の腕が急に上がったってことはないかな。三人ともそう思わないねえ。 A little please with yourself. 将軍様の拘束を相手にあんなに長く持ちこたえられたんだもん。私だって得意気になっちゃうよ。いけない、ラフの帝宝の一面広告欄を買ってしっかり自慢しないと。みんな私をこき下ろすのが日課になってない。この件についてどのようにラフ雑草に載せるつもりなんだ。新作譜に関わることだから、できれば。それについてはその彼と相談させてほしいな。え、これでみんなは大丈夫？二人とも僕のために事実を隠してくれてありがとう。本当に反省してる。ううん、全部無事に終わったわけだし。でもこれ以上長引かせるのは良くないから、早く戻って西洋を速計大蛇人に封じよう。この西洋の危険性を考えると逃げられないか心配で。では私と元凶は先に失礼するとしよう。はい、じゃあ私たちも行こう。And I'll just teleport myself right over here. Let's see if. Oh, new exorcism for Chronicle.私が一番よくわかってる。もし元凶が西洋の誘惑に抵抗してくれなかったら、みんなが助けを呼んでくるまで持ちこたえられなかったと思う。 Why did they take... Was it crucial for all of us to retreat? それ私も不思議に思ってた。助けを呼びに行かせるなら一人で十分だったよね。あの状況なら彼みたいな戦力を残して手を貸してもらうべきだったんじゃない？ちょっと恥ずかしいんだけど、あの時は頭に血が昇ってそこまで考えられなかったんだよね。リリー、スーちゃんってば、呆れた。そんなに頭に血が昇りやすいなら一度探偵師で見てもらった方がいいよ。これも3人を守るためじゃん。フォフォは誰かが守ってあげないとだし、
ケイちゃんは一般人だし、危険なことをさせるわけにはいかない。それに彼に至っては新作譜の気品だもん。何かあったら外交問題になっちゃうでしょ。必死に考えて結局私が残るのが一番いいと思ったの。尻尾がいたらみんなの足を引っ張ることもなかったのに。今のは聞かなかったことにして。フォフォ、私が適当に言ったことなんか気にしなくていいから。スショウさんのせいじゃない。ただ尻尾がいなくなってから私みたいな普通の人間がいつまで獣王子の仕事を続けられるのかなってずっと考えてたの。ううん、悩むのはやめる。明日はもっと危険な任務があるかもしれない。みんなしっかり休んでね。 You can always find Teal. Don't worry too much about it. Okay, in the chat.Yay. He did. He's tired, exhausted. Yep.Wow, 272,000. Please target. Oh, really? 100,000. 今はコメントを見てたんだ。ほら、あんたも見て。カンアさんはもうすぐ来るってさ。Wow, what the hell? Hey fam, Little Gwen needs your help now.What happened? みんないる。実はフォフォに報告を入れるはずだったメーサたちから今日はフォフォの姿が見えないって連絡があったの。正直に言って I kind of wish that we get a free Hanya sometime later in the future. でも Because in the special program they have already announced that we'll be getting a free links. So it's safe to assume that we'll be getting a free Hanya probably aroundフォフォは私たちと一緒に行動してたけど、ただ役目を果たすだけじゃなくて尻尾の手がかりも探そうとしてたみたい。そうだ、今日フォフォが尻尾の手がかりを見つけたって可能性はないかな。そうだとしたら彼女の性格的に絶対尻尾を探しに行くと思うの。でもフォフォはあなたたちにも私にも会いに来てない。これは普通じゃないと思う。仮にフォフォが何らかの手がかりを得たとしても彼女の性格からして私たちに協力を求めるだろうし、でも彼女が私たちの誰にも何も告げていないとしたら考えられる可能性は一つしかない。 Is she in trouble? She must have some reason for acting alone. もしかしたら誰かが尻尾の情報で彼女を騙して一人で来るようにとか言ったのかも。誘拐犯が使いそうな手だね。フエンは唯一尻尾の行方を知ってる。尻尾のせいであと少しのところで失敗したフエンだけが。たとえフエンが知らなかったとしてもここで一番悪巧みをしようとしてるのはあいつだしね。行こう。フエンを尋問して何か情報を引き出さないと。Right. Foxian dream. Get information out of Cirrus. But before that, right.
think it's best that I play it safe by head over to the team setup. Let me go with this team first, just to be safe. Because there might be a battle later on. And just so you know, I'm trying my best to clear this event as blind as possible, so I didn't go through any guides or any walkthrough videos and whatnot. Because I want to do this my way. すごい勢いで飛んできた。ブーンブーン。何か聞きたいことがあるなら好きに聞いて。フォフォがいなくなったの。あんた絶対なんか知ってるでしょ。自分たちの協力がうまくいかなくて仲間が離れたことにすら気づかなかったのに、なんで私の手を煩わせに来るかな。 She left without a word. Someone clearly deceived her. 重要視は完全に作用を滅することはできないけど、対処する手段ならある。その手段とやらが何かは知ってるけどね。私みたいに人質の命を盾にする悪者には、お前たちの脅しは耐えられない。仕方ないから教えてあげる。 この件には確かに私が関わってる。やっぱりお前たちが知らない間にあのおちびさんは尻尾がどこに行ったか知ってるかって聞きに来たの。少しだけ手がかりを教えてやったら、あっという間に答えにたどり着いたみたい。まあ結局いくら探しても何も見つからなかったみたいで、 何度も私に頼みに来てたけど、あの恐怖をこらえて質問しようとする顔ときたら死ぬほど笑えたな。最後は面倒になって、尻尾は私みたいにバラバラになって何も覚えてない火種になっちゃったって言ったんだ。そしたらびっくりしすぎて顔面蒼白になってた。You piece of シット。本気のおちびさんを見て慈悲深く教えてあげたの。尻尾は今竜王渡しに隠れていて、星座に乗って泉州から逃げ出そうとしてるってね。それから獣王子が今西洋を回収していることも教えてあげた。もしお前たちに助けを求めたりすれば、尻尾を見つけたとしても牢獄に入れられるって。 おちびさん、それを信じたみたい。あなたは嘘をついてる。尻尾が一体どこに行ったのか、あなたには分かるはずがない。他人の意見を聞き入れるってことを知らないの。どっちにしろ竜渡しでは私の同族がおちびさんを待ってるけどね。<笑> Oh no. お前たち 友達を信用してないわけ？おちびさんは無事かもしれないし、その西洋に屈服させられてるかもしれない。今すぐ竜雲渡しに行けば、おちびさんを見つけられるかも。こいつ。二人とも早く竜雲渡しに行ってフォフォを探そう。どうやら書類仕事は後回しにして、あなたたちと一緒に行かないといけないみたい。 Right. Let's not waste no time and head over to the. Where is this? Cloud Fort. Right. That piece of shit of a Helio by. Oh no! Oh no. Fofo! Fofo! どうしよう。
すぐに探偵士の人を呼んでくる。落ち着いて、私が見てみるから。Okay, go on. I need to check on Popo. もしかしたら西洋に意識を奪われたのかも。Oh crap. Should we try using the harmonic him? これは西洋が作り出した元凶の類じゃなくて、五感を封じ、人間を外部の情報から徹底的に遮断するためのもの。これじゃ元凶に入り込める筆図も役に立たない。Oh crap. これは探偵士の意思が対処できる状態じゃない。私はフォフォを獣王市に連れ帰って、何か方法はないか探してみる。それから、怪異退治隊の任務は当分中止する。What? でも今は状況が変わったの。半眼の協力がなければ、みんなを危険にさらすことになる。それは、隊を立ち上げた当初の目的から離れてしまう。オフ。でも、カーナさん、今回の任務は、私たちの友達を助けることだよ。みんなの焦る気持ちはわかる。でも、今は獣王氏に任せて。私たちには、西洋を引っ張り出す方法があるから。カンアさん、正直に答えて。本当に獣王氏には方法があるの？Let's interrogate Cerberus. それだ。不縁ならきっと西洋が何をしたか知ってるもんね。ダメ。不縁は水泳にいながら、私たちを少しずつ今の状況に追い込んだんだよ。あいつの意図がはっきりしないうちは、もう言う通りにしない方がいい。方法がないわけじゃない。別の西洋に手伝ってもらって、フォフの意識を奪っている奴を駆逐してもらえばいい。OK。でも、人に手を貸したいと思う西洋なんて。待って、カンアさん。どういう意味？アニア takes up her lunar umbra god? 実は、尻尾は私がここに収容してるの。What? どういうこと？お娘、大げさに騒ぐんじゃねえ。 You're lying! 大げさ？フォフォはあんたのことでずっと思い悩んでたせいで悪者につけ込まれちゃったんだよ。He's alive! 一体どういうこと？まさかカーナさんずっと知ってたの？原則として外でうろついている西洋は封印しなければならない。私は規則に従っただけ。それにこれは尻尾に頼まれてやったことだから。 He asked for it?あの夜、意識がバラバラになりそうになった瞬間、まるで時間が止まったみたいになったんだ。俺様は自分が両元から分かれ、あてもなくさまよってるところを見た。そして小娘に拾われるところを見た。それから俺はあっという間に獣王氏の半眼によって尻尾に封印されちまった。人間でいうところの開口変章ってやつか。西洋がこんな体験をするなんざ聞いたこともねえ。逃げ出したからには体を変えて自由を満喫しようと思ってたんだが、そこで運よく私に出会った。運悪くこの鬼女じゃなくて半眼と出会っちまったんだ。イムネス。俺様がそばにいた時、あの泣き虫は俺様を毛嫌いして、いつもどんだけ迷惑をかけられてるとか、今の生活がどんだけ嫌とか、そういう小言ばっか言ってやがった。俺様みたいな強い上司を大事にしねえで、いなくなった途端大泣きして後悔しても意味がねえ。俺様はあいつの泣き声を聞きてえんだ。だから思い切ってこの騎乗じゃなくて半眼に氷炭の中に入れてもらったってわけだ。うん、あなたの願いは叶った。今また自由になれる機会をあげる。もちろん
あなたが好き勝手するのを放っておくわけじゃない。すべてを元通りにするの。いい？ディウ、オノディウ。尻尾。あなたを信じていいの？俺様とお前は長い付き合いの同僚だろう。安心して俺様に任せやがる。つまり俺様があの泣き虫に取り付いて別の目障りな奴を食っちまえばいいんだな。え？やっていいことと悪いことの区別がつかないバカに教えてやる。自分のせいで災いを招いたってことをな。It's all up to you now, Tail. 俺様自ら妖魔退治をしてやろうじゃねえか。Right. Challenge accepted. So, Electric, physical and imaginary. Therefore, I'll go with this team setup then. Wish I could bring in Su Shang. Shippo. Shippo. Hiramo. Atashi. Toritsukareteru. Shippo nano?うん、きっと尻尾じゃない。尻尾はすごく傲慢で、自分が取り付くのにふさわしい人間はそうそういない。お母さん、 Who the hell is that? これは幻覚。お母さん、なんでここにいるの？すごく会いたかった。こっちに来ないで。あなたはフォフォじゃない。私の娘なんかじゃない。あなたにはあの汚らわしいものがついてる。こっちに近づかないでちょうだい。でも私は私だよ。操られたりなんかしてない。嘘よ。いつの日かあれはあなたの体を乗っ取る。ごめんなさい、フォフォ。私とお父さんはあなたを中央市に送り込むことしかできなかった。私たちのような親はいなかったと思ってちょうだい。 Even though she knows this is just a mirage made by the Heliobus, who damn fast? Search for traces of... What is this?あなたたち、あなたたちのことは覚えてる。フォフォの尻尾燃えちゃった。フォフォの尻尾花火みたい。化け物、こっちに来ないで。ダイアン、かわいそうなふりか。そういうやつが一番嫌いなんだよ。私はかわいそうなふりなんか。そうだよな、かわいそうなふりじゃないもんな。だってお前の親、お前を捨てたんだろ。本当にかわいそうなやつだな。化け物とは話さないもんね。早く行こう。私は化け物なんかじゃない。Keep walking. 私どうすればいいの？ Whoa! 尻尾、どうしてここに？ Is that really him? あなたはとっくに分かってる。今回私から離れちゃうのは尻尾なんだ。はあ？みんな私から離れてく。どうすればいいの？もう一人ぼっちは嫌だ。俺様は離れてねえだろ。
I believe that's the real tail. それは西洋がお前の気持ちをかき乱してるだけだろ。シャキッとしやがれ。西洋の思い通りになるんじゃねえ。みんな離れていっちゃう。みんな離れていっちゃう。簡単な話だ。俺様が全員連れ戻してやる。え？Find Fofo's mother. And this time I'm controlling Tail. Cute. That's true. Tail doesn't seem to be capable of interacting with mechanism. Maybe we should find someone who's possessed to trigger them.Very. Find someone who's possessed. Oh. Tail possesses Fofo's mother and tries to bring her back to Fofo. こいつをあの泣き虫のところに連れてってやらねえと。Okay, so I. ごめんなさい。お父さんとお母さんはもういないものだと思ってね。実の両親がここまで無情になれんのか。人間ってやつは。Okay, so I brought back the mother. Next.Find Fofo's classmate and bring them back to. Oh. Definitely not here. Wait. Is he over here? That's one of them. Who's this?Oh, crap. Which means I have to find the other one. What's this? こいつをあの泣き虫のところに連れてってやらねえと。フォフォがそんなに注目されるんだ。僕が一番注目されるべきなのに。こうなったら孤立させてやる。クソガキの自己顕示欲はよくわかんねえな。え、hey. over here? Oh!I can possess both? But that's... あの尻尾すごい怖い。松明みたいに光ってて気持ち悪い。一口で食い殺してやろうか。Damn. Bunch of fruit ass... classmates. おい、見やがれ。俺様が全員連れ戻してやったぜ。何が戻ってきたの？フォーフォー、私の可愛い娘。お父さんもお母さんもあなたを一人にするべきじゃなかったわ。That's the details to win. フォーフォー、ごめん。お前の尻尾が僕よりかっこいいから嫉妬してたんだ。フォーフォー、そのかっこいい尻尾になりたくて、最近は夢にまで見るの。一緒に遊んでくれる？ That's definitely Tails doing. みんな、尻尾が取り付いて力ずくで連れてきたんでしょ？戻ってきてなんかない。たくよ、なんであれ戻ってきてんだろうが。
尻尾、あなた幻覚じゃないの？本当の尻尾なの？本当の尻尾、戻ってきたんだ。 And now you realized。もう死んだってか？本当に大変だったぜ。無数の断片にされちまって苦労してなんとかまた一つに戻ったんだ。お前と一緒にいた頃はずっと不幸な目に遭ってたんだから、少しくらい幸運が巡ってこなきゃおかしいだろう。本当は逃げるつもりだったけど、お前が心配でわざわざ確認しに戻ってきてやったんだ。この育児なしが少しは進歩したのか？Sorry。 うん、少しも進歩してないと思う。いや、それは過小評価しすぎだろう。これは進歩どころじゃねえ。あんな臆病だった奴が一人でこんな危険なことをするなんざ、むしろ大胆不敵になってんじゃねえか。お前は度胸じゃなくて脳みそが足りねえのかと思ったくらいだぜ。どうしようもなかったんだもん。フエンが私を騙してるのは分かってたけど、この機会を逃したらもう見つからないかもって思って。その話はやめろ。おい泣き虫、こいつらがお前から離れていったのは本当に俺様が原因なのか？At least you're back now, right? 少なくとも今、尻尾は戻ってきてくれた。だから、もう十分。お前がそう言うなら、俺様も気にしねえからな。また大騒ぎを起こしたりしないように、やっぱり俺様が見といてやんねえと。そうだ。まだ面倒事が残ってたな。こそこそ隠れてるサイよ、今すぐ出てきやがれ。逃げられると思ってんじゃねえぞ。デブリス、いいところに来たわね。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。So, oh yeah. あっち行って。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。始めるか。Wait, it's just a dog left? 全員死刑。ちょっとどうせ。うち、なかなかやるじゃん。新鮮な最初。危険だ。立ちなさい。まだまだだ。呼吸する人の感覚、覚えておいて。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。Let's end this with a bang. Battle over. And now you stay sealed. New exosismics. Let's get the hell out of here. What's next?目が覚めたんだね、フォフォ。尻尾の手術大成功じゃん。
たなし人さん、みんなありがとう。みんなが尻尾を連れ戻してくれたの。このくらい何でもないよ。フォフォは私たちの隊長なんだから、助けるのは当たり前でしょ。お、あの泣き虫が隊長になったのか。すげえじゃねえか。ケナイフンさんがそう呼んでるだけだから。尻尾って本当にフォフォの尻尾だったんだね。あ、何言ってんだ。あ、フエンは尻尾がフォフォのそばに戻ったなんて思ってもない。これで半眼を人質にする計画は完全に失敗した。フォフォが目の前に現れたら、あいつの闘志もそげると思う。カワ様、水泳から緊急連絡が。沈黙した西洋にまた異変があったとのことです。 What? フエンは尻尾がどこにいるかは知らなかったけど、人の注意をそらす方法は思いついてたみたい。 Cerberus was waiting for us to leave Fixtral Garden all along。 もしかして私のせい。自分を責めないで。きっとフエンは前々から計画してたんだと思う。ケーゲン将軍が先延ばしに従ってた終盤が前倒しになった。師匠、新作府に行って将軍様を呼んできてくれる。私たちは今すぐ水苑に戻ってフエンに一曲付き合おう。取り返しのつかないことになる前に。はい、back to the garden。 Whoa, what the hell? あれ、ノロマナ十号士のハンガーやっと来たんだ。おやおや、これはこれは尻尾様、また番犬に戻ったんだね。おめでとう。残念だけど、前回の教訓を得てお前を私の計画に組み込むことはやめたの。両元の最も強い断片でも余計な感情を持っちゃったらただのゴミでしかないからね。誰がゴミだって。わお、中央市の陣がある以上、西洋は水苑から離れることはできない。あなたが得策だと思ってる一手は追い詰められた獣の悪あがきに過ぎないと思うけど。私はここを離れようなんて思ったことないけど。航路の中から目覚め、水苑に来た目的はただ一つ、ラフの将軍と戦うこと。 What? お前たちの将軍は寛平の刑が好きみたいだから、それに合わせてお前たちのために計画を立て、西洋をここに集めさせ、私の力にしたってわけ。お前たちのおかげで私は水苑に集められた西洋の力を吸収することができた。これで準備は整った。あとは将軍が来るのを待つだけ。その前に約束通り、お前たち増票を皆殺しにしてやる。 Alright, the battle begins. Oh boy. これはどう? Cerberus Helioburst's ability can cause all enemies to immediately take action. What?It's a good chance that all the allies with Fin Fire can switch to the enemy's side, so watch out. Okay, got it. たまには真面目に行こっか。Being able to flexibly use the exorcisms in the Lunar Umbrella is key to gaining advantage. Okay,
え？うちのとっておきを食らえ！いいところに来たわね。お注射の時間よ。お休み。落ち着いて。風情が。Oh, William, here comes back up. 動かないでね。今祝福してあげるから。ダブルキル。A little too late. Please can't stop this. Now what? 自分の意志で結末にたどり着いてみせ。何回倒しても元に戻っちゃう。尻尾どうすればいいの？安心しろ。西洋には形がないが、形あるものに倒せないわけじゃねえ。フエンは無理してるだけだ。一度でも自分が精神的に負けたと思えば、どんなに強い西洋でもまた集約するのは難しい。それって両元と将軍の戦いの時と同じように、西洋が負ける定めを意識すれば形も崩れるってこと？そうだ。今あいつを本当の意味で潰せるのは一人しかいねえ。ジンギエン。やっと来たんだ、ラフの将軍。ようやく私と対局する気になった？本営までたどり着けたら当時の戦いを再開する。一度言ったことは必ず守ろう。ただ前に言ったように、東行と両元、当時交戦した双方の力は互角だった。しかしこの対局においては最初から公平ではない。私の実力は君よりもずっと上だからな。規則厳守も互角も騎士がよく見る厳格だ。私が終盤の戦い方を教えてあげよう。And phase two begins. いいところに来たわね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。悪い子ね、おやすみ。ついてないね。Here comes back up。うちがいるんだから負けないよ。これはどうだ。Wait。素晴らしい。That chance。やがて過ぎ去る。お別れの時間よ。Boom. Okay, did I just put Yeah, I just put a triple kill. Whoa. たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。Crap, I don't have any... I didn't bring any wind element or imagine element chances. 呼吸するその感覚、覚えておいて。風情が。お注射の時間よ。
重傷ね。落ち着いて。うちに出くわすなんてついてないね。これはどうだ。 Oh, now you've done it. ルールは破るためにある。 I had to go slow more.Just in case. One down. Nigatanai. Nagutta ne. Yikes.Yeah, let's heal up first. 間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。Okay, nice. コウさん知らせ。君の敗北は決まっている。眠るといいわ。ちゃんと立ちなさい。どうする。Oh no, you don't. 素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。Rest in peace.Jingen just unleashes his Susanoo. Checkmate. Make を認める。そうか。結局、私は両元じゃなかった。私はただの暗い役立たずの火炎だった。果敢にも将軍に挑み、計略を持って対局するところまで持ち込んだ。これは役立たずにできることではないと思うが。勝ったくせにわざとらしく謙遜しないで。気持ち悪い。西洋一族が照らすのは人間自身の欲望だが、その鋭く強烈に燃える様は確かに壮麗だ。東行将軍も私もそのような相手を嘲笑ったりはしない。でも負けは負け。私は将軍と戦いたかっただけで、勝ち負けの結果を求めてたわけじゃないから。もう願いは叶った。次は。次に君を待っているのは永遠の懲罰だ。調整不滅の火炎にとって自由を失い、何もない虚空に囚われることが終わりを迎えることよりも恐ろしいだろう。不縁、これが君を待ち受ける運命だ。ああそう。でもそれが何山々はいつか崩れ、海はいつか枯れる。西洋は待ち続ける。再び自由を取り戻せる日を。その日は必ず訪れる。泉州の将軍が存在する限り、私は泉州の将軍と戦い続ける。星が消える、その日までね。Yeah, yeah, whatever. Let me talk to Jingen first. 不縁の繊維は瓦解した。
もう騒ぎを起こしたりはしないだろう。この件は解決したようだから、私もそろそろ行くとする。Thanks for stepping in, General. 果たすべき責務を果たしただけだ。それに、フエンとの約束があったからね。この採用は簡単に消えたりしないだろう。十分な時間があれば、逃げ出せる確率がどんなに低くとも、また封印から逃れるに違いない。これは、後の将軍の頭を悩ませることになりそうだ。この両元の断片は、あと何人のラフの将軍と矛を交えることになるのだろうと考えると、一介の武人として少し羨ましくなる。The Heliobias objective is pretty simple, think? 確かに目的は単純だったが、悪行の限りを尽くしてくれた。選手主名に対処法を教えてもらわなければならないな。今回の外出は公務ではないから、作詞たちには何も伝えていない。後のことは獣王氏が処理する。それが終わったら、この場にいる公職の者たちは皆、相応の報奨を受けるだろう。もちろん、君とケイナイフン殿もだ。ほら、ラフの将軍は礼儀を欠くようなことはしない。さて、これ以上長いはできないから、私は先に行くとしよう。はい。Now let's talk to Hanya。Okay, check the map first. This, I hate this feeling. Suiyan, te, it's got a good one. You, Hububen, a階段を信じるな。おしゃべりには付き合ってくれない。Oh, jeez. 来たんだ。さっきフォフォのために尻尾の封印を書き直したの。次はフエンのことを処理するつもり。So, Mr. Tail chose to be sealed once again? お前は分かってねえな。これは俺様と獣王氏が結んだ相互不可侵契約だ。うん。獣王氏の戒律でも、やっぱり西洋の尻尾は半眼の管理下にあるべきだって。だから、尻尾のことは私に任せて。ふん。どっちが管理される側かはまだわかんねえけどな。それに尻尾がいないと他の作用が私をいじめてくるから、尻尾がいた方が安心だしね。俺様がいる時は俺様がお前をいじめるからな。ともかくフエンのことは私に任せて、ラフ雑草についてはこれまでと同じように改変する必要がある。こっちはあなたたちに任せるね。それから西洋を速携帯蛇人に封印するのを忘れないように。わかりました。 Evil Binding Matrix。 Let's head over to the...おしゃべりには付き合ってくれないの？Cast the Helibus into his question tower. This way?
expel evil and capture stray spirits. With the support of the Tenno's Commission Spirit Fairers, you see the Hiryubai within the Lunar Umbra God. I told you to help the Yoma Taiji. What did you say? I'm going to go to the Tenno's Commission Spirit Fairers. I'm going to go to the Tenno's Commission Spirit Fairers. I'm going to go to the Tenno's Commission なのに母さんは私が騒ぎを起こしたんだろうって。もしかしてわざと反対のことを言ってるのかな。 Perhaps she's worried about neglecting your regular duties. 西洋から選手を守るよりも大事なことがあるの。スーちゃんはすごいよ。寝てようと起きてようとラフで我らがスーちゃんより頼りになる人はいない。そうだ、ラフザストに今回のネタをどうやって書けばいいか一緒に考えてくれない。今回は大ニュースだからフォロワー数の増加もこの記事にかかってるんだ。ケイちゃんってフォロワー数を増やすことしか頭にないんだね。これが職業意識ってやつなの。この前と同じで今回もあんたに任せたからね、リスナー。Right. Yeah, let's publish this one. これで怪異退治隊の仕事は終わり。中央市の判官として、西洋による被害を最小限に抑えるために連日努力してくれたことに感謝してる。取り逃がした西洋もいるかもしれないけど、大した問題じゃない。もし取り逃した西洋がいたらそれも私たちに任せて。自画自賛するわけじゃないけど、私たちがラフザストに載せた内容はもうすごい話題になってるの。もし突然更新が途絶えたりしたらフォロワーのみんなに申し訳ないからさ。ケーナイフンケーナイフンさんに続けさせてあげてください。私も寝る前にラフ雑草を見ないと眠れなくて。みんながそう言うなら私に更新を止めさせる権限はないし、続けても構わないけど。でも安心して、獣王子の仕事を増やしたりはしないから。 Let's sync up our intel as per usual.Think was her mind. Lol. What does Theo say about this? Oof. That's the end of Foxian Dream.